と始まるのが紙とか持っとる？そっち。こっち。さあ、オッケー。さあ始まりましたということで今回は先週負けた210万円取り返す配信でかすぎよ。でかすぎよ。ということでね、今週もやっていきたいと思います。いやいや、とうとう来たな、この時が。どうでしたか、先週210万負けた後気分の方は。え、もうカイジの気持ちが分かったような気がしますもう布団に寝どかれましたよ。もう寝崩れましたよ先週はね。もう具合悪かったですよ先週は。はい、ということでね、ちょっとサムネの変更するので、サオさんちょっと場をつないどいてください。はい。まあまあまあ、なんかタイトルはな、210万取り返すとか書いてありますけど、はい、そこじゃないかいかげんな、お前。え、そこゴールじゃないんですか。いやいやいや、みんな1台ずつ車を買いに行きましょうまた夢見とるやつおったわ、ここに。ああ、それやったら1人60万ぐらい、え、1人20万ぐらいでいっか。あ、軽自動車しか買えんぞ。お前軽トラ買おうとしろや。あれ、いやむー。ということでね、今回集まった軍資金が160万円ということで。え、すごい。またなんの永久期間できとるやん。そう、ということでね、また今週もですね、あのこちらのコードをね、たくさん入力してくれた方がいたら、お願いよ、もしかしたら来週もえこの配信ある可能性があります。ということでね、もうお願い、みんな来週もやってくれ。もう本当にお願い。で、なんとここで追加情報なんですけども、はいはいはい、なんとね、今回昨日から9時のシステムがアップデートしまして、え、はい、新規登録してくれた方、なんと初回3回以内に確定で5000ポイント当たるということで。お、え、すごっ。皆さんね、始めるなら今ということでね、はい、あのこちら今ダウンロードして、あの僕のコードを入れてくれたらね、3回以内に5000円が確実に当たるということで。え、すごい。なんか紙アップできとるやん。ちょっと待って、これ紙やん。あ、これ大丈夫、締め切り大丈夫。締め切り残り8分です。おいしょこー。え、ちゃう、8分ちゃう、8分。全然言うてた。大丈夫、焦るな。え、お金は逃げてかない。え、おい、前回逃げられたんだよお金に、俺らは200万に逃げられたけどね。200万負けたとぞ、俺たちは。苦しい、本当に苦しいむー。まあでも今日は勝つから大丈夫だよ。はい、今日は勝たせていただきますということで。うん、緊張してきた。あ、緊張してきた。まあね、皆さん今 ALGS とかあってますけど、はいはいはい、まあ、それよりこっちを見てくださいデリメールゲー。はい、ALGS 見てる暇はありません。 ALGS 優勝しても届かないレベルの金稼ぐよえ、はい、で、なんとね、ちなみに僕昨日13万円当ててます。5000円掛けで13万円当ててますということで、今回は任してください僕にかかれば一発ですということで、早速予想の方をしていきたいと思います。はい、任せられるか。任せなさい。今回はですね、はい、こちらの通り、はい、160万円集まっておりますので、なんでまだまだ募集してます。まだまだ募集してますので、ね、いや、まだまだ、ぜひ皆さん、うん、今まだ間に合います、ダウンロード。もう500万あれば当たるかもしれない。はい、こちらねお願い、みんなお願いそうだね、お願い。はい、もうあの今からね3時間くらい、あの競輪しますんで、
あのね、僕と同じ買い目にかけたら今日は絶対かけますので、始めるなら今ということで、皆さん今ね、ぜひ。自信すごいよ、はい、そうよ。あの、そうよ。はい。もう来ます？もう来ます？はい、今、アプリダウンロードした人は、828-828 でね、はい、お電話ください。やずややん。やずや。はい、ということでね、早速予想していきましょう。はい。はい、ということで、今回やっていくレース、向かい町ですよね。向かい町？向かい町、向かい町。ちょっと間違いがないようにちょっと調べさせていただきます。漢字弱いんでね、僕たち。ちょっと向かひ町かな、向かひ町ということで。なるほど。で合ってますよね。あの小一の漢字僕たち読めないんで、あのこれはい、ね、あの故意的に間違ってるわけじゃないんで、すいません。はい、向かい町競輪さんのね、今回は映像と、競輪場にね、映像許可をいただきましたので、ありがとうございます。はい、皆さんもね、向かい町競輪に還元する思いも込めて、はい、しっかりお金を落とし込んでください。はい、かけていきましょう。あ、A ちゃん210万取り返す、ありがとう。A ちゃんじゃんが軽っ。あ、やばい、4分しかない、残り。お、はい、ということでね、今回もう買い目は決めてます。はい、私たちもう事前に予習済みでございます。向こう町でした、向こう町でした、すいません。あれ、向こう町かな、向こう町、向こう町。はい、あのトラブルはつきものということで向こう町、はい、私たちの買い目、まあ、まずは160万142円あるということで、はい、1レース目ということでね、はい、今回は、端数の142円をかけていきたいということで。え？は？ 142 円かけれるか、はい、バカけたい。ということで1レース目の買い目がこちら。ドカーン、ドカーン、1、2、3、5、2、3、4、5、6、各1万円計括弧1、3、2のみ2万円ということで計13万円おー、え、140円じゃなかったですか。140円のつもりでしたが、ちょっとキャパオーバーしてしまいました。めちゃくちゃ端数かける気ないやん、最初から。はい、ということでね、1、2、3、5、2、3、4、5、6、はい、こちら。違います。え、1、2、3、2、3、4になってますね。あ、2着がベルー、しっかりしろよ。1、2、3、5の2、3、4、5、6ですね。オッケー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 。はい、ということでこちらね、はい、皆さんわからない方のために紹介しますと、はい、こちらを追加しますを押して、ですね、ここにかけたい金額をかけますと、はい、はい、1万円と僕の場合は入れて、皆さんの場合はね、100円か1000円かわからないですけど、はい、入れてもらったら、はい、お金がこの10分後倍になりますということで。で、1、3、2がマイナスなので、ここだけ、2万円かけます。なるほど、はい、これで当たれば全部プラスで、ね、最高配当がですね、なんと131万8000円。おお、当たったら最高配当が131万8000円ということで、まあ帯は当たり前よね、うん、まあ、うん、今日は確実に当てに行きます。前回はね、あのね、1000万2000万狙いすぎましたけどあの今回はね、ガチで当てに行ってますということでね。そうよ、今日は1曜日じゃないから、2曜日だから。はい。ということで、早速、パスワードは、4123です。なんで毎回、はい、もう隠す気ない。はい、ということで、13万円かけさせていただきました。よーし、よし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 。1億、1億。で、ですね。はい。気持ちいい！え？どうしたんですか？どうしたんですか？1レース目からそんな生ぬるいことするわけなかろうまん。え？え？1、2、3。ん？え？ん？3後ももかっちゃう。1、2、3、1、3、2。バイプッシュだ。まさかお前。3万5000円。ええー！いいよな。
いいでござるよ。軽っ。合計20万掛けか。合計20万掛け。ナイス。うん。いけ。オーケー。おうわうわうわゲロ吐きそうゲロ吐きそうゲロ吐きそうなってきた。やばいやばいやばい、ちょっと待って、20万ゲロ吐きそうなってきた。やばいやばい、20万かけてもらった。窓締め切り一本前でーす。なるほど、第1レース目から本勝負と。はい。まあお前もな、大した男になんじゃろ。さあ、先週学びました。強気でいけと師匠に並びました。そしたら当たりませんでした。ダメや。ですが今回は、当てます、確実に。勝とう、みんなで勝とう。あ、やばい。はい、皆さんもね、何、あの皆さんもやってる、あのね、 DM で来ました。僕たちじゃ、僕、太田さんと山田ハウスさんの配信見て競輪始めて、朝から晩まで競輪やってますという。おーおーおお、優秀だね。すご、優秀だね。ということでね、まあそんな方々の思いも背負ってますので、今回は絶対に勝たないといけないということで、うんうんうん、みんなもかけるやぞ。はい、ということで、20時37分ほどくらいにね、あと何分後かな、あと2分後くらいにね、はい、あの今回はですね、あの批判コメントは全部ブロックさせていただきます。僕に都合が悪いコメントは全部ブロックさせていただきますので、ね、はい、もう言論統制万歳。ということで、僕がどんだけ暴挙に出てもいいということでね、今日の配信は。いや、もう今日は勝ちに来てますから、はい、うん、なんでね、今日マジで皆さん、僕たちと同じ回目に乗ったら勝てるかもしれんよということでね、勝てますよね。勝ちます。はい、いや、乗らんといてね、みんなね。え、うんうん、なんで。いや、一人勝ちしたいじゃん、僕たち。あ、そっか。うん、うん、そうです、自分で当ててください、皆さんも。僕たちの回目見らないで、みんな見ないで、見ないで、もう出ちゃって、出ちゃって回目見んなよ、まあ、やばい。しっかり自分で考えて書けるように。はい、あ、こちら訂正させていただきます。なんじゃ、あ、追加2万円はい、もうよくわからないので20万円。はい。え、20万円掛けでございます、合計ね。はい、いや、まあこれ当たるでしょ。まさかね。まさか3の人いっちゃけていこうやね。まさか、まさか、まさか、まさか。え、もう締め切り終わった？終わりました。はい、ということで、早速レース映像の方に行きますか。はい。はい。それでは佐々木さん、レース映像コールをお願いいたします。ミッドナイト、キリン。いや、お前がするんかい、結局。はい、ということで、まだね、もうすぐ、もうなく締め切りますということでね。はい、電話投票の人、電話投票の人、もう早く電話しないとダメよということで。電話投票ってどういうやつ？電話で番号言うとくさ。まあ、おいはな、に頭やと思っとったけどね。なわけなかろうもん。いや、これはもう絶対当たる。これ絶対当たる。絶対当たる。絶対当たる。まあ、俺は1話2着やと思ってたけどね。ああ。命かけてもダメ。締め切り時刻を迎えました。命かけるのはダメ。ありがとうございました。ありがとうございました。もう始まった、始まった、いいよ。始まったぞ。うわ、始める頃、俺たちの時間が動き出す。いやね、え、夜の競輪スタート。かっけえ。おー、なんとこちらウィンチケットの広告でございます。こんな有名な俳優さんも出ておりますからね。熱っ。もう今一番こうなりてぇわ。波が来てるアプリ、ウィンチケットということで。一日はまだ終わっていない。
名言やん。キャンペーンのご案内です。開催期間中1000円以上ご投票いただいた方の中から抽選で20名様に。競輪はですね、朝の8時から8時40分くらいから夜の11時半までやってますので、もう1日ね、1日暇つぶせます。楽しめますから。はい、皆さんね、はい、今のうちに始めてください。はい、今始めてね、僕のコードを入れていただくとね、はい、3回以内に必ず5000ポイントが当たるというね、特別なキャンペーンが行われてますので。いや、そうよね。はい、もう今すぐ入れた方がいいです。20歳以上の方限定ですけど、うん、はい、で、そのもしね、それで5000ポイント引いたら、今日たくさんかけれます。そうよ、最終レースまで楽しめますから。5000ポイントもあったらね、10万円ぐらいになるかもしれないからね。そうですからね、最終レースまでご一緒に。さあ、始まりますよ。第1レースは遠距離チャレンジの一般戦です。距離1625メートル、バンク周回は4周回。いいね。レースペタは先頭固定競争、先頭誘導員は川村明乃。これは一応とりあえず応援ですね。一応みんな一応応援してくれ。わかった。発送台に戦争いたしました。おお、向こうの選手、え、なんだそれ。素晴らしい。一番は大和正和選手かな。大和さん、川崎宮原英治。今あれ、は熊本川内高台、スウェーデン行ってない。4番岡山、そう、そっちの山本さん、5番は愛知の古谷光一、これ山本じゃねえか。コーチ伊藤隆文、第一さん、7番は岡山の大前博則。以上7名での対戦です。さあ、1番が来たら僕たちの勝ちです。頼む。1番、1レース目からかましてくれ。大丈夫大丈夫、ここ来るから。さっき予想違うんだ。何やこいつ。20番掛け、安心しとき。20番掛け、1111111111。今週の俺たちは先週とは違う。もう敗北の味をして強くなったから。え、これサングラスありなん。これ20時の段階で京都向町競輪場、天候は曇り、気温は12度。バックストレッチからホームステッチへ。3番と1番の、ね、選手がね、クソ強いって言われてるんですよ。なんで3番に勝ってほしい。1番はで、1-2-3-2-3はバイプッシュですよね。はい、じゃあ1-2-3-2-3が来た方がいいんじゃん。だから1が結局頭で来ないと意味がない。さあ、ここはおい、1頑張れー、1の選手頑張れー、頑張れー、今日に全てをかけろ。おい、バチバチやな。もうこの日のためだけにお前は生まれてきたんや。おい、今日1着になるためにお前が勝つことで報われる人はたくさんいるんだよ。今日だけでも勝ってくれよ、頼む。医者になる前に今日だけでも勝ってくれ。まだ前が、もう折り合いが効きません。ちょっとバチバチやね。いや、ちょっと1と3がね。今耳のとこで暴言入ったかもしれない。正攻法の位置に結局収まりました。それいいの、それ。熊本の119回生向こうのバンクは発送。いや、俺も言っとったかもしれない。ガチで言ったの20万だぞ。そして結局しかもこれ、スタートになったのが1番。何が来たら帯なんですか、これは。もうわからん。とりあえず1を応援してくれ。はい、1頼む。マジで1来い。大丈夫大丈夫大丈夫。来る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 。ついていきます。まだ落ち着け落ち着け。あと何週やってかな。ここはスタート、あと何週かこりゃ。1週くらいですね。あと何週かこりゃ。そんな慌てて、おい、仕掛けてくれ。早いぞ。6番の伊藤が、いやいや、あと2週、あと2週。いや、あれですか、これ体力消耗しますから。1、あー、やばい。1、大丈夫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 。こっから足を溜めて、そっから溜めて帰る。こっちにちに1、こっからやぞ、こっからマジ、こっからやぞ、やれ。やって、いや、大丈夫いけフェニックス、はい、おー、いけフェニックス、伸びろ。あら、来た抜け、いや、角度的に分からんよ。え、どっち、
ここはまくり合戦となりまして、川藤高台と一番の3着誰だった？まず 4? いや、とりあえずではこのレース VTR をご覧いただきましょう。6番伊藤のリプレイを見ていきましょう。頼む、マジで1来て。いや、マジこれ刺し切ってよ、お願い。マジでもうこういう時大体刺されるやん、俺たちねえ、大体刺されるやんの。刺せ刺せ刺せ。いや、いや、分からん、角度的に分からんよ。角度的にマジ分からん。角度を変えたスローリプレイ、どっちどっちどっち、まくり合戦を。ねえ、どうして、なんでなんでだよ。お伝えをしております。世の中を変えたい。放送お待ちください。第一レースでした。うっそーやん、なんで決定。だけど俺は3-1って思ってたから。おー、3-1だよ。おーい、ガチマイナス20万。うぅぅぅぅぅぅ、マジで見てるね。ボディーブローのやつ。違う違う、マイナス20万じゃない、マイナス230万。おい、なんかカッパ来てるやん。え、なんかかっこよ。いや、お前ら悲しんでる暇はない。あ、次次レースあと8レースあるからね。次次次20円、ミシャタン3、第2レース670円。次行こう。早速先生を探すんですか、第2レースは。そうです。なるほど。2と3、2と3、2と3が強いって言われてますけど。はいはいはい。3、3、3、3、3、3、どうしよう。ん、3レースの決定です。1着3番川藤広大。ちょっと待ってくださいね。ガチで予想するわ。ちょっと集中モード入る。はい、頑張れ頑張れ頑張れ。三優作。払い戻し金です。二社単。もう次100万かけちゃおう。670円。三連単。三番一番。どうしようか。4480円。うまくできとるな。いや、なんで。いつもなら、ね、いや、逆の立場やったら絶対刺されとるって。そうよ。もし3位だったら 100% で1、3人が変わっとったな。そうマジで絶対変わっとった。風は北の風が 1.8m と発表されています。今日曇りやけんね。風もちょっと今日強いですもんね。そう、やっぱ前回とはやっぱ違うから。前回はね、どうもやったかな。詳しいですね。あと中段の位置っていうものに最後までこだわって最終的にまくり狙いでしたね。まあでも一ここはどういう特徴があるんですか。ここ向こう上は前回やったところと違うけど、ここ、あ、風が吹いてる。それだけかな。では続いて2レース見ていきましょう。なるほど、だから一番前に行く人はちょっと不利なんや。ご覧の7日での対戦です。発送予定時刻は21時ちょうど、投票の締め切り時刻20時57分。民間ポータルサイトの締め切り時刻20時55分です。デインさんじゃない。ではオッズを見ていきます。一番人気は3番手2番です。ここは1番が好きよりらしくて、また3番から1番、強いね、3、2が一番売れてますよ。1番の瀬口選手から1番、3番で 9.5 倍、1番から6番、こちらが 9.9 倍と4通りが10倍切る人気となっています。チャレンジ一般だわ。じゃあお前チパンやんけ、お前チ伸ばすな。え、どうしましょう、悩む。いや、己を信じろ。己を信じる。強気や。ここで弱気になっちゃいかん。そう。強気行こう。強気。そう。まだまだ。さっきの実質当たってるからね。そう。うん、オッケーオッケー。見えたぞ。え？見えてきた。ですね。頑張れ。頑張れ。そうです。ここが ALGS の配信です。プレーオフですもんね、今日は。プレーオフよ。俺らの。いや、違うよ。もう始まってるよ。え？もう50ポイント到達したよ。50ポイント ?50 ポイントどころか166万ポイントありますよ。3も6も強いな。強気強気。いや、相手3を外すっていうのはあるけどね。あ、なるほどね。アドバイスとしてね。3。また3に泣くのか、俺ら。3、6。
嫌な数字やな今日。大丈夫、あと140万ポイントぐらいかな。130万負けようが140万また勝ちばいいから。天才よ、うん、簡単な話よ。ここでプロの予想家を見ていきましょう。あ、3614がね。なるほど。3333123333ですね、このレースは。3ですね、人気なのは。やっぱ3が強いんかな。まさか3人気だね。3が強えな。3231恋は3全然じゃなか。いや、いや、分かりました。ええ、それめちゃくちゃいいんじゃないですか。32146777いるか。3214 6。なんかプロってきてんね。7はいらない。いらないか。うん、3着は長そうや。6はいらないんですか。6はいります。32締め切りがあと5分。あと5分もある。大丈夫、焦るな。焦ってない。3316361。焦るな危険ですね。焦るな危険、混ぜるな死ね。え、なんじゃケグメイター。ぽい。3614333。ペンはペン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 。3614ペン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 。お、なんかめちゃくちゃ変わったな。なんかお、あれ、これでどうでしょうか。3ペンこっちあるよ。いいんじゃないの。いいんじゃないの。これいいんじゃない。これ結論じゃない。結論構成きた。ああ3、1、2、4、6 1、2、4、5、6。なるほど、本当に16点。はい、完璧や。これでいこう。これでいいよな。いい、いいんだ。もう今日は3ばっかり来ますよ。3の日やね。うん、書いていいですか。 OK。 3の1、2、4、6。うん、の3着が1、2、4、5、6。1、2、4、5、6。まあこれもう3がもう人気のレースですか。そうですね。これが締め切り3分前です。2着付けじゃ。あ、ちゃんとマイナスのところとか教えてくれるんですね。そうですよ、丁寧なアプリです。普通分からんけどね、そんな自分じゃ。いや、このペースでいったら足りんな、9レース。あれ、いや、まあここまで勝負でもいいんだぜ。いや、ここはまだ勝負じゃない、俺は。勝負レースまだある。本戦じゃないんや。なるほど、じゃあ全然でも、その気分。あ、それでいいんじゃない。ちょうどいいと思いますよ。これでいきますか。はい、3レターフォーメーション16点5000円。各5000円。いや、待て、はい、321だけ100にしよう。100。そしたら切り悪く、あ、もういっか。150。そしたら切りよく9万。 OK、 なるほど、これでいこう。321のみ1万5000。 1.5、 これでいきます。あー、3頭ですね。はい、 OK。 まあまあ任しといて。まあなんかね、いつでも頼っていいから、俺のことは。うん、計9でしたっけ。計9万円です。そう、僕がね、ちょっと自信があるレースがね、一つね、あるんですよ。はいはい、はい、佐藤さん、それは楽しみにしておいてください。はい、こちら3の126
1246、3着が12456、321組1万5000円、残りが5000円、計9万円。あ、これでガミがないと。そうです。なるほどね。いや、まず手堅くいこう。そうね、まずは当てよう。当てて流れをね、作りたいですね。そうですね、うん。お、小池の予想、熱ーって。あ、小池おる。小池さん、あの、LINE に入れといてください、今日の予想を。先週はね、小池さん3連単1点ドンピシャで素晴らしい打ち当てました。素晴らしい。ということで、締め切り1分前です。急いでください。はい、今日ね、はい、皆さん、あの、こちらのね、上のコード、新しくアプリインストールして、こちらの僕のコードを入れてくいただくとね、3回、くじを3回引く、くじをね、引くの、引けます、1回でね、3回に1回、5000円当たるキャンペーンというのが今やってまして、はいはいはい、5000ポイント。はい、今、月気圧のキャンペーンがあっているんでね、始めるなら今ということでね、はい、ぜひね、僕のコート入れたらね、すごい当たりやすいって、2チャンネルで書いてました。いや、そうよ、こう、始めなかったらね、もう損よ。そう、始めるだけで、1000円、2000円、5000円、必ずね、うん、3回内に、絶対、順番かどうか分かんないですけど、まあ、どれかランダムでね、当たるんで、ね、3回くじを引けば確実に8000円は保証されてるということで。そうよ、何もね、リスクも何もないけんね。うん、そうで、みんないつもしてでしょ、お金配りツイートリツイートしてるでしょ、それと一緒やから。そう、お金配りリツイートのちょっとだるいバージョンと思っていただければでも確実に手に入るお金配りリツイートと思っていただければ。そうよ、どう考えても。いや、見せえね。大谷家のコードで5万引きました。えぐ、おめでとう、すごっ。そう、ちゃんとそうよ、そうよ、そう、5万円もね、当たるけんね。だって初めたら5万円もらえたらね、それはみんなリツイートするでしょ。 それと一緒。僕は前澤さんの LINE くじ100円でしたあ、でもこっちは最低1000円は欲しいですか。おー、はい、前澤社長10人いますからね、こっちにはわかりやすいな。はい、ということでね、レースが9時出発ということで、58分くらいからレース映像に切り替えますのでね。はい、はい、皆さん今 APEX の大会とか見てる方もね、多くて、あの、太田今どんな感じやろうってチラ見しに来た人も多いと思いますけどね。二窓しろ、二窓してください、二窓してくれ。こっちも始まっとって、世界大会がそう、あっちより真剣な世界大会が始まっとる。こっちはプレーオフなんかなきゃ一発勝負やってはあ、今2レース目20万いった。え、俺たちね、俺たちのことか。びっくりした。お、あと3時間で10台終わるの寂しい。ベイギー、あと3時間後には楽園が待ってるぞそう、あ、もう僕たちね、あの、もっとたくさん競輪したいですなのでねそう、みんなお願い、もっと爆撃したいですから。もう皆さん本当にアプリね、入れてない人はね、あの、もうお歌のためというか、もう、そうや、あの、もう、あ、もう逆に僕たちはいらないけど、みんなしないとモテないよ。僕たちはね、入れなくてもいいですけど、うん、入れた方が得です。そうよ、得よっていう話やけどね、うん、うん、けど偽物には騙されんなよ。え、ね、なんか これ山田のあれやからとか言ってね、たまに偽物がおるけんが偽物コードね、偽物コードとかには騙されんようにねそう、なんか誘導しとるやつおるからな。そうそう、やってませんからね。はい、あの、この、はい、このね、これだけがね、本物ですから、このコードだけが、そう、このコードだけがリアルだから、はい、なんかいますからね、ちょっと、はい、誘導には騙されない、あれ一番たち悪いからね、はい、あとね、あと3分で発送なんでね、はい、この3分以内にダウンロードしてない人、今すぐ概要欄からダウンロードして戻ってこい。以上。え、これ一番の人が一番競争得点高いんちゃうの。もまくりで決まっています。さあ、ということで、レース映像に行きたいと思います。はい、むっちりナイトレース。
さあこちらは京都向こう町競輪場の番組のネルの曲線を使ったスタンダードのバンク見直し直線は47.3m なるほど平均的な400番組よりちょっと短めということになっていますね。最高上がりたいのはそしてコーナーのカントがちょっと立っていないということで、うん、まくりが決まりにくい2014年の記録やデータになっています。まあ、昨日もね先行に出た選手の活躍目立つ素晴らしいですね。データデータ初心者に優しい優しい先行選手がねサシが 43% まくりが 30% ってことはサシの選手ばっかりやりましょうね。はい、3番は逃げの選手です。おい大丈夫レースはここはまくりまくりでの決着ということになっています。ギャンブルはね計算ですから。では続く2レースどうでしょうか。見た感じこれどっからでも変えるってことだよ。逆からでも可能性がありますから。さあ始まりますよ。そうよ 1% でも来る時は来るから関係ない。皆さん3番のレーサーを応援してください。うわー先ほどの第一ギャンブルしてる時時間経つの早いなもう2レース目か早いね早いね。まず1レース終わった3連単4480円の払い物を使っています。これレース何秒ぐらいでこれ終わるんですか。1レースもう5分もすれば終わりますよ。なるほど、はい、5分もかからないですね。じゃあ5分で、まあ、3分から4分で終わってます。5分で 1.5キロ。 3番頼む。3番の選手頼むよ。もうすごいもんやっぱもう3番の選手も準備しとるもん。ああ行動が早い行動が早い選手はね紹介いたします。あのもう決め手も早いですから、ね、す判断が早いということですからね。これ一番若手の人やのか。3番は山口の阿部龍也、4番阿部選手、大松潤二、山口県は熊本が新規感覚は6番は長崎の山口選手、いや、じゃあ長崎の熊本も山本新平以上7名での対戦です。はい、皆さん3番の選手が来たら僕たちはウハウハでございます。あよか太ももはしとんの。あかっこいい。よし、今まで練習してきたことはここで全部ですよ一般戦でここやぞここだ。そうそう、選手はみんな一生懸命マイレース走ってますから。どのレースと関係ないですからね。頼む。でも俺がここにおったらちょっと今日は手抜いとくかもしれない3番の阿部、うん、そして4番の大松、まあ、6番長田の国ラインが3つでもこの阿部さんは違う。そう阿部さんはこういう一般戦でも手を抜かない、かましてくれると定評のある定評がありますから。いいね阿部ちゃん頑張って。阿部ちゃん友達ちゃん阿部ちいいよいいいいや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 マイペースでちゃんとね。阿部ちゃんは逃げる選手。この後ろが2番の阿部ちゃんは逃げる選手逃げだと思います。7番の山本新平がいて両方だったかな。かわして4番の大松潤二選手。はい、3が来たらほとんど先頭は1周回目、3コーナーから4コーナーに向かいます。とりあえず3、九州勢が前3のファイト外れです。いいよ3うわ俺がベースメーカーやったら後ろの選手全員に匂いがいっちゃう。くそお前じゃあボートレーサーじゃなくて競輪選手だったら最強やん。一番前から脇田の匂いで逃げ誰も俺についてこくなる。体形は縦一列アーバン周回2センターで大外から真っ暗ですところ。あれ後ろから4番の大松しっかり後ろ確認してる。いいねいいね。あいつら先に言われたな。いいよいいよ、1位よ。あ、いいね。いいよ、いい流れだ。いい位置じゃない、本当に。めっちゃいい。早いぞ、こいつ。おぎょぎょ、いいね、いいね。めっちゃいい、めっちゃいい。もう、ぶっちぎろ、ぶっちぎろ。ぶっちぎろ、ぶっちぎろ。あ、ちょ、ごぼうちょっと落としてんの。大丈夫。テレコンゾ、テレコンゾ。テレコンゾ。めっちゃいい位置じゃない。めっちゃいい。今までで一番いい。今までで一番いいぞ。いいよ。理想の体型本当に理想。あと一周あと一周マジで理想だから僕が邪魔になってる。こっから一周飛ばしていくのが5番よしよしよしえマジでいい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 マジでい
頑張れ頑張れ。後で五輪ガガゲー請求チャレンジの一般競争。何四番って、ヘイロがお前松の一発が見事に決まりました。ここか、四頭の伏線は。ああ、いや、しゃあないしゃあない。勝負どころ番手絶好に収まった雨だったんですが、切り替えろ、おやろ。最終的には中段から4 2 1かな、4 1 2かな、4番のそういう時もあるじゃん。あとは切り替えて2番の岡野氏、外から強襲1番の鈴木氏。ああ、でも3人は惜しいわ、結構惜しい、結構惜しいね、惜しいね。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。ジジジジ惜しかったね、ジジジジ惜しい、惜しい、惜しい。だって4 2 1ありますからね、ありますからね、ありますから。惜しい。いや、ここ勝負レースじゃなかったんですよね、金額も抑えめでね。うん、全然いいよ、いいよ。ちょっと待って、2連単で申し訳ない。え、これ3連単、いくらな、え、これいくら、3万3000円1番ここやったか。あー、ここに1万貼っとったら300万やったね。大丈夫、まだレースはある。大丈夫、まだ2レース。ちょっと待って、はい、えげつないぐらい強そうな名前の人おるんやけど、誰ですか。ソガさん、ソガブさん、ソガブさん、ソガブ王さん。ここ6社建てなんですね。おー、6社建て、6社建て、ここ6社建て。待て、すごい、すごいことに気づいてしまった。え、6社建ての割にオッズがついてやがる。え、なにゃぎ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 ゃ、これは広く熱く1450円、1、2、320円、以上でございました。第2レースの決定です。1着4番、これ頭2社とかでもいいかもね。2番、こんだけ6社立てでつくなら、これマジで神様くれたチャンスやね。これ俺言っとけよ。ありがとう神様、当たるね。これはここは絶対取らないか、ここ取ろう。まあ、次レイさんも出とるからね。レイ広く厚くね、広く厚くボックスで行くか、まあ2社頭の全然とかでもいいけどね。お前頭いいね。2社頭の全然やっと、40通りで済む。2社頭全然は、いや、ここは一番人気何倍だ。17倍ぐらいですね。うむうむ、これ実力が拮抗してるからさ。そうそうそう、これは荒れるぞ。あ、だからこんな風に追われてんのや。そうそうそう、いや、ここマジでさ、ボックス？ここやぞ、俺たち取れるの。後藤ボックスだ。後藤ボックス60点ですよ。確実に当たる、そして荒れる。神様が言っとるわ。後藤ボックスどれか弾いて3着に来てもダメなんですよ先生。え、その時は知らんくせ。いや、これどう思いますか、これお兄さんは。そうですね、まあまあ、とりあえずプロとかの予想を見て考えます。いや、でもちょっとね、今荒れ傾向にあるよ。だ300倍出とるから。4132はみんな押してるね。4132、あ、じゃあもう4132でもいいですけどね、広めに。そうですね、ベイゲーは56が来そうな気がしますけどね。いらんこと言うな、たぶん俺の長年の勘がそう言ってる。いや、2頭頭でいくか。2頭頭が結構良さげよね。あ、じゃあ56頭。これ勝率的に言ったら34、34頭がまあ2も強いの。あ、まあ拮抗してるってことか。拮抗してんのガチで。なるほど、分からんのか。これ分からんよ。34頭全然で40通りか。お互いがお互い意識 しすぎて56がひょいってくるかもしれんけどね。紐割れとかもね、ありそうですもんね。ちょ、見ちゃいかもの見ちゃった。全然全で120通りか。行こう、やば、
落ちちゃった。ちょっと待って、どうしよう。うん、確実に当て、確実に当てていこう。もうそういうここで当てようとか言うのいいから。うん、確実に当てよう。どうしよう。もうビビッとくる医者はいるんですか？ 3。 あ、じゃあもう3は絶対買いましょう。3は絶対買おう。3000円は絶対買いましょう。ああ、あとは、いやでもここ3がこんかったら美味しかよね。ちょっと待って、ガチでどうしようかね。2着がね、荒れてもあれいいか、いいですからね、3000円だと。うーん、あ、3000円ね、なるほど。3000円、いやでもボックスで買った方がいいと思う。うん、考えとる。ああ、じゃあボックスに行きましょう。行きましょうかね。何等ボックスです、何社ボックスですか？あ、そうやね、何社ボックス。4。4社ボックスだと24点ですね。24点。難しかね。難しい。この6分の3引くだけやぞ。何を、5、6はどうなん？何をそんな当たり前のことを言ってるんですか？まあ、どの選手が人気なのかね、このレースは。もうみんな人気。本当に分からんのか。締め切り5分前です。3頭頭は、3頭頭やとまあ60通り、まあ5頭ボックス買うのと一緒って感じかな。でもまあ全然オッズついてるからいいと思いますけどね。うん、こう、脇子のお告げは聞かんでよか。脇子のお告げ、あ、じゃあまあ聞くだけ聞いてみますか。どれが強そうですか？まあこの上は差しが効くのかな。もういいよ。はい。まあでもこれ一番の人め、あの競争得点一番高いじゃないですか。これ一番じゃなかったですか？一番。締め切り4分前。まあ13全。なるほど。13全然。もう脇子の推しが1っていうことですね。お、1の頭は美味しけですよ。1、3。いやもう3と思ったんですよね、太田さん。はい、あなた1と思ったんですよね。はい、じゃあもう1、3全然でいいじゃないですか。そうそう、1は強いんですよね。競争得点一番高いですよ。なるほど、脇子の推しよ、1番は。もう2人ね、もう言ってるから、もうこれいけますよ。でも2も良かったよ。マジで。じゃあ3分前自分を信じろ。2もいい。2は名前的に来そうやね。名前が強そう。うん、名前な、頭に来てもおかしくないよ。でしかも2連対率3連対率一番いいからね、2番の選手。光ってるね、2は。ソガベみたいな。あ、でも5番の選手もね、 4% あるからね、勝率 4% もあったらまあ来るやろ。3134全然60点。60点 OK。 60点ですか？いや、60点は多すぎ。いやで、いいよ、まあ、広くて言っとったからね、最初から。全然。金額はどうするか。いや、ちょっと待って、違う。ええ、違う。あと締め切り間近ですよ。ボクサー。えここで、ボクサー。いや、嘘。1、3ね、1、3。はい、もう1、3で、1、3全然。おぉ、うわ、自信を持て。いける、絶対当たる。最後1だけ確認させてくれ。あと何分ですか？あと2分で1、3全然でいこう。 OK、 1、3全然。何笑っとんねん、貴様。あ、誰で笑ってんだ。もういっか。大丈夫。16番、1000円。大丈夫大丈夫。2000円。まあ
ここはね、アレンメが来ますよ。締め切り1分前です。はい。え、待って、バグったって。いや、そこにもまだ押せるぞ。もう分からん、押すよ。いいよ。よしよし、とりあえず、よし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 、とりあえず金額、合計金額だけ教えて。16万3900円。おぉ、16万3900。大丈夫、あれ目が来る。13、全然大丈夫です。そう、だって2人が最良しのレーサーを頭に折り、まあ各約4000円ですかね。4000円ずつ。はい、ちょっと皆さん、僕たちポイントがなくなってきたので、アプリダウンロードとこのコード入力お願いします。みんな一緒に、本当に一生のお願い。俺もう一生のお願い使うわ。もうみんなもう一生のお願い、本当に。これは何点かな。40点ですね。ってことは40倍以上が来たらプラスと、まあまあまあ、そういうことになります。ああ、これはありますよ、これはあります。あ、やべ、え、ひぃひぃひぃ、まあ勝ちはもろたでしゅう。勝ち、もうこれ勝ったね、もう決定事項です、これは。うん、あ、でも2枚の選手がいたわね。いや、大丈夫大丈夫です、大丈夫。もうこれ2人の意見参考にしてるよね。そうそうそう、しかも3番は一番人気よね。そうよ、まずまず当てよう。そう、これで当たったらね、いいですね。幸せですね。おい、自信な失ってないか。違う、俺の勝負レースはこの後なんだ。なるほど、なるほど、そうだ、そうだ。だから、くん、あの、遊びですよ、遊び。お、遊びすぎやで、16秒で、遊びおるやん。大丈夫ですよね、山田さん。いや、もう、次で大勝ちするんだから、いいですよ。俺が大丈夫って言えば。ああ、2が1着できても大丈夫で。大丈夫ちゃうやろ、それは。ですね、もう一回見せとくか。はいはい、あと2分後くらいにね、レース映像の方に移りますので、はいはい、もうね、あと2分以内に皆さんウィンチケットダウンロードしてこのコード入れてください。お願いします。もう僕たちお金なくなりそうです。あれ、各4000円も下がった。あれ、いえ、これ、あの、今日最終レース目まで持つか分かりません。このページで、マジでお願い、マジでお願い、マジでお願い。13、全然。もし、いや、もうこれ、もうあの2着3着とかもう見らんでいいけん、キー楽やない。もう1と3だけ応援しよう。1と3。でもできたら5と6からどうしかね。おい、邪念はしてろ、お前。156が356がいいよ。つきますか。つくんじゃないの。よし。何分ですか。16分。もうちょい。あと1分。はい、ただいまね、こちらアプリダウンロードした人ね、あの、3回くじを引いたらね、確実に5000円が当たる、5000ポイント当たるキャンペーンやってますんでね、はい、こちらのコードをね、あの、入力したらすごいお得です。こんなお得なことないですよ。お得ですね。どんぐらいお得ですか。どれぐらいお得。スーパーのタイムセールぐらいお得。おめちゃくちゃお得やん。めちゃくちゃお得やん。じゃあちょっとウィンチケット入れようかな。出てきた。なんか出てきた。はい、ということでレース映像に移りたいと思います。はい、はい、100万。お、これが人気ベスト、人気ベスト10。いやー、でもやっぱ1頭がいいよね。うんうんうん、ついてるから。ここら辺でそろそろ
一発当てておきたいですけど、 SNS の投票締め切り時刻を迎えました。まあ当たるでしょう。いや、ここはね、絶対当たる、絶対当たる。今何、今いくら入れたんですかね。第2レース、今は16の9の25の45ぐらいですかね。それぞれご覧の通りとなりました。45投資ですかね。はい、このペースでいったら、7レース目には配信終わってます。え、ちょっと最終レースまでかけさせて、はい、まだまだ配信見たいよって方、こちらのね、あのコードコード入力したらね、僕たちの寿命が伸びます。お願いします。まだまだやっていいよって言われる可能性がありますのでね。うわ、これウィンチケットでオリジナルキャップ、タオル、マスクももらえる。えっ、ー、かっこいいか。プレゼントさせていただきます。この答えは、方法は京都高松競輪場のホームページ、ミッドナイト競輪特設ページ内の応募フォームよりご応募ください。皆様からの応募お待ちしております。これはちょっと難しいかね。キーワードはふるさとということになりますね。ぜひ皆様ご応募ください。抽選で5名様に当たった。それでは第3レースになります。これはもうプレミアよ。ああ、欲しいね。さあ始まります、始めます。やっぱいいね、はい、こういうなんか京都の風貌が出てて。そうで、風貌、あれまだ3レース、リーゼント風貌。え、まだ3レース、まだ3レースですよ。ファイブミスっちゃった、終わり。大丈夫、ここで取るんだろ。みんなコード入れてくれてるよな。が飛び出しています。大丈夫、ここで取るんだろ。何、次勝負レースでしょ。いや、5レース、5レース。あれ4レースは知らん。え、何、何、これ勝つか。1、3、全然1着に1と3来たら、1か3来たらもう後ろどうでもいい。1頭がいいよ。1か1がいいよ、できれば1。最悪さん、レイさんね、レイさん、レイさん、原田レイさんと田村優也さん、愛媛の曽我部雅人、頑張れ頑張れ頑張れ。原田さんは福岡支部ですね。うわ、これは応援戦という頑張れ。はい、竹本さんも福岡支部、竹本さんも2着に来てもらえるよう応援しましょう。そうね、はい、マジで頼むぞ。1号フィニッシュや、これは1316フィニッシュだ。1か3、16とかできたらもう最高、マジ最高。165とか来たらもう頂点する。これ一口いくらですか。4000円ですね。40万か。どういう計算、少ない、どういう計算なの。だからこれはもう勝ち戦ですから、安心して見てられるわ。ここは3番の田村、ね、そして5番竹本を仕組みラインが2つ、4番の1本は1期目ず3期での選手紹介となっていました。あ、まあまあそうですよ。構えての1、2、3が人気なのかな。田村さん、かませ。あ、いいね、いいね、いいね、いいよ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 、この声、この声方、こいでやん、こいでやん、こいでやん、この声方、グイン、グイン、こいでやん、こいでやん、こいでやん、さすが、こいで頑張ってくれ。いや、マジで頼む。あ、いいね、マジで、ほんとに。もういいやん、もう一緒で。おいや、ゴルク、ゴルク。1、いいぞ。新狩りが4番、一本と龍一という序盤戦です。いいね、頼むぞ。1、3、全然。あ、もうこのまま行こう、もうこのまま行こう、このまま行こう、ゆっくりゆっくりでした。2番ね、ガードしながら成功法の位置が5番の竹本です。え、ガタ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 入れろよ。あ、ごめん、じゃあ貧乏やけん、しゃーって。あと3周、おい、山口で九州勢が前段です。H、これで最後に刺して156や。そう、完璧やん。曽我部がマークに入ります。じゃあ来た。曽我部は前場所の四日市2度車検で頼む活躍がありました。最高の頑張れ、頑張れ。1か3くればいいよ、本当に。当てよ、1か3くればいい。1か3一着で当たり。コーナーに向かいます。白か赤、白か赤、白か赤で、白か赤選択いたしました。お、あと2周ですかね。2周ですね。お、まだまだゆっくり。マジで、位置なんか覚醒しろ、お前。覚醒しろ。強い選手ですからね、位置。動けません。大丈夫、勝率ある。3が先行。お、3が先行。3でもいい、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 1か3、どっちでもいい。ついていこう、ついていって。そんなら5と6はついていこう。
短期4番の1番3でいい3でいい。さあもう1周半やで。夫人が入れ替わりました。ラスト1周ラスト1周赤か赤か5いや3いやもうこれ逃げ切ったやろ。5いけ5踏め逃げたやろ。逃げたでしょこれ。3逃げ切れ。これ逃げたでしょ。いけ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 。それ逃げたでしょ。いやこれ逃げたわ。5か6頑張れ。2か2行くな。よし5頑張れ。5頑張れ。1も来た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 。いけ5 5 3か1 3か1 1 1これで言う？え、これ6いっちゃったとかじゃないよね。いや、それさすがに大丈夫だと思う。316っぽく見えたけど。316っぽかったけど、ほら、え、こっから刺し切るか。36でもいいよ、36でもいいよ。316だね。316。え？316。ほら。316。うわ！え、これ、え、これ結構穴メロク？えぐいぞ！穴メロク？いや、6はマジで逃げない。マジで穴。いや、マジで穴や。ちょっと待って、ミランドコンビ。まだ、そうね、そうね。ミランドコンビ。とりあえず敵中、とりあえず敵中。やっぱりね、2番の人はコント重たいもん。ちょっと、お前、31ですら15倍ついてるから。ほら、もう6の人だけ全然違う。めちゃくちゃついてるわ。うわ、ちょっと待って、これさ、みんなで見ようぜ、視聴者の人も合わせて。あ、いっぱいあるって言ってる人。結果で、結果をせば、行くぜ。せーの。あ、まだ。あ、3です。行くよ。うっ !100,000。20万プラス。あれあれあれいや、まあ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 でかすぎ。何倍だったの？何倍何倍やったの？何倍やった？316。おっ！いや、まあ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 。結構36いっちゃったら、これいくらやった？ 36いっちゃったら。361だったら。帯やったやん。帯やん。まあまあでも。とりあえず的中です。まあまあまあ、いや、まあ、いい勝ち、いい勝ちよ。超いい勝ちよ。田村さんやってくれると思ったわ。でー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 でで田村家思った。ナイスナイスナイス。まあまあまあ、流れ来たね、これ。流れ来た。来た来た来た。エンジンかかってきましたよ、これで。うわ、これあやったな。おいが余計なこと言わかったら、3全然でよかった話やったな。1推奨したの誰だ？山田お前か。いやでも、20万プラスはクソでかいぞ。でかすぎ。でっかい。はそうさっき、そうプラスやん、プラス。1いらんかったよ。うわ、でも361だったら帯やったんか。いや、いやでもよ、来たね、6。まあ6来てくれただけありがたいね。2やったら多分安かったと思う。だけん6は来るて言うたろうが。こいつ、こいつ。何や、マジで。3流し6でね、4いやまあいい買い方やったわ、今の 2車頭軸は、うん、まあでも1頭はいらなかったと思うよ。お前じゃ、お前じゃ。まあ、勉強していこう。これ皆さん聞いてください。はい。いや、ちょっと待って、なんもないわ。4レース目ですか。さあ、次のレースですね。どうぞ。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。いいなぁ。うわぁ、マジ帯かと思ってびっくりしたわ。いや、マジで帯あったって。361なら帯か。そうそう、いや、そういう90秒当てたの、まあまあすごいよ。すごいよ、ね、だってさ、これの配信見てる人もさ、俺たちのに乗ってたらさ、そう、90倍確定じゃん。90倍取ってる人おるやん。そうよ。はぁー、め、感謝するように。なんでよ、お前が上からのだから40点買ったんやな。はい、まあまあ倍近くにはなってる。40点買って90倍はね、美味しいところ。美味しいよ。回収率 200% ぐらい。そうそうそう。いいね。超美味しいよ。美味しい、美味しい、やみ感謝感謝。どうしましょう。そう、いや、レースに集中しよう。5の勝率バカ高いんだけど。5の勝率ですか。こいつホームかな、こいつ。待て。え、でも、ばらけてやがる。またばらけてやがる。待て、オッズがまたばらけてやがる。オッズ、あれ、これは荒れるね。なんだ、朝出てきた。ザコキャラか。これ取れるぞ。これは荒れるぞ。でも、一応次が勝負レースなんですよね、オドさんの。なるほど。ちょっと確認しますね。5レース目かな、勝負レースは。
5レース目です。なるほど、まあまあここはまあ手堅くいきましょう。そうですね。いやーよかったよかった、20万。どうしようかないやでもいいね、3レース目で当てれたから。いや、もう前回とはちゃうから。俺らちゃう前回とは。うわ全然全じゃなか。これ全然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 ボックスで行っていい？あれー！いいですよ。いいですね。4社ボックスですか？そうですね。OK。俺的には、はいはいはい。3465ボックスにしたいんだけど。3465。3465ボックス。ああ3456、はいはいはい。けどけどね。あれ、え、7番の選手競争得点ゼロじゃん。変わります。なるほどな。これ7番の人はちょっとね、届かんかもしれんの。7切り ?3、4、4番手目やけんね。6号頭の。はいはい。あ、6号頭いいね。6号頭いいよね。の、さっき言っとった3456。3456。3456で、まあ、3着に1、2入れても。あ、幅広く3着。で、今何点ですか ?24 点。あ、いいんじゃないですか。1、2、どうなんだろう。どこが人気なのかな、ここは。ここは5番、6番かな。いや、6番切ろうかなあ、もうこれはどっちが頭に来るのかわからんのか。あ、そうね、頭がばらけとる。なるほど、めちゃめちゃばらけとるやん。なるほどね。うわ、でもさっきみたいにね、7番の人が3着に行くかもしれんけどね。いやー、どうなんやろ、あと何分？ 4 分もある。これ7切りの6等ボックスじゃなか。6等ボックス？ 6 社ボックスやと120通りか。お前大博打やな。荒れる。荒れますか？いや、これはカタカノ。どれ？YouTube だよ。これ5頭でいっていい？5頭、5だけ？あ、もういいと思いますよ。5頭でいくわ。OK。で、その分幅広く買うってこと？どうだ？20点。あ、いいんじゃない？7をもう消すとね。3着で買う？いや、大丈夫です。データがないからね。やっぱそういう、あのね、2回連続同じことってあんま起きないから、ひも割れ。大丈夫です、これで。へっべぎ、ギャンブルにそういうことは通じない。いやでも1もめちゃくちゃなんかクソ高いけど、競争得点高いけど、なんで高いのかわかんねえんだよな。いやでもこれ完璧だと思うけどな、ほぼ合前点。うーん、合前前っていいですよね、山田さん。そうですね、楽なんでね、まあ、あと2、3着誰でもいいよって。当たり前やん、そんな。さ、プロは何て言うんですか？5をしてるプロがいないんだよ、あんまり。ちょっと怖いな、それ。だから逆張りになるさ。あんちとあんでもリコレでね。いや、ここ今日はボックスで行くか。いや、無理だな。2分前でーす。いや、いいと思うよ、5頭。まあ、それでもいいと思うよ。5、6で行く？こう行く？ 40 通り、でかすぎ？どっちでも。いや、でかいな。じゃあ、それでもいいんじゃないですか？ 20 点。5、1頭とかは？1の人、そば4中。1?
どうしよう。いやでも5頭はついてますね。5頭なんでこいつ勝率高いのに。おお、餃子得点低いんだ。57できたらもう1000倍近くあるよ。これ何笑っとんじゃん。ちょっと待って、それでいいと思うけどな。5と1と6どれが強いと思う。5と1と6、あ、じゃあじゃあもうここを消して156156でもいいけどね。156156、あ、こう、の、こう、こう。お前天才だね。これでいこう。これは全然じゃん。なるほど、24点。156156、5000円で。いいね、156156。帯もあると。オッケー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 、これでいくぞ。オッケー、はい、最高で大丈夫、買い出せに行け。すげえ買いたけるところは本件が。まあいいか、うん、締め切り1分前です。はい、156の、いいな、156の123456で各大丈夫、各5000円。ガミった時はガミった時や。そうよ、当てるの大事ですから。ガミを恐れていては強くなれない。計いくらですかね、これは。計12万円。 OK、 あなたの今日はお前の、お前、ここあるよ、明日にあるね。あ、ありがとう。よし、ここや。よいしょ。プレー、プレー。その、この次のレースがね、勝負レースですから。頑張れ、頑張れ。自転車、こう、漁港。はい、ということでね、あと締め切り1分前です。ということでね、まだ投票してない方は、同じとこでもいいのでね、別の会場でも同じ会場でもいいので、ね、投票して楽しんでいってくださいということで、はい、まだね、一緒に楽しめ、アプリ持ってなくて楽しめないよって方はね、はい、概要欄にリンクありますんで、そちらからダウンロードしてね、こちらのコードを入れていただくと3回に1回、5000円が、5000ポイントが当たりますということで、3回に1回というより最初のくじの3回のうちどれかで5000円が確実に当たるというキャンペーンが今やってますのでね、はい、こちらのコードを入れていただくとね、はい、素晴らしい得点が待ってますよということで、え、あと1分2分したらレース画面に移ります。はい、おい、もったいなかよセントル。いや、でもちょっと待って、さっきののやつ見て、これ気持ちようなるわけだ。あの映っとるよ画面に。あ、4000円で37万円。かっかっかっ、気持ちよか。まあ俺らまあ天才やから、天才やからね。皆さん、僕たちの同じ買い目にかけたらね、4000ポイントで37万円、当たる可能性がありますのでね、はい、今すぐこちらダウンロードしたらね、一発ぶち当てれるかもしれません。本日私たちめちゃくちゃ調子がいいですということで、はい、皆さんぜひね、まあダウンロードしてない方はダウンロードしてこちらのコードを入れてください。一緒に競輪やろうぜ、サッカーやろうぜ、ということでレース映像の方に移っていきたいと思います。はい、1番、6番、これはあと10回繰り返したら元通りかな。その他はご覧の通りとなりました、ね、みんな頑張っていこうね。来い、大丈夫、ここで取り返せる。156、156。そこまたコメントでね、読んでいくんですよね。そうですね、コメント、そうですよ、コメントですよ。そうですよ、その師匠に対する156、156、123456ということで、素晴らしい、素晴らしい。こちら、なるんじゃないかと予想して、
天才科学者の数学者の方が発明した、ね、さっきのその短期になった他選手だってね、うん、あの一人でね主導権取ってきましたからね。もう1号も人気やし5号も人気なわけね。ちゃんとねみんな分かった。なるほど。行く気になったのかっていうかね、そういうところも聞いてみたいですよね。一人でも行こうって思ったね。5、6とかって結構ついてるな。だから走った後そうね話6が絡んだら、ね、6、3かなと。7は凍った。7は凍ってないよ。ライオンレースの投票、まあ、締め切り時刻を迎えました。ご投票ありがとうございました。ありがとうございました。デビュー戦ですね。では7番さんは、まあ、怪我せんようにゆっくり走りにして。第3レース1着3番の田村選手、決まり手は逃げ、上がりタイムが10秒7。うわ怖い、俺たちが、俺たちがです。ご覧の通りです。37回合わせたレースや。ラブちゃんもう一回見せたいな。新キャンペーンのご案内です。総額10万円キャッシュバックキャンペーン払いて開催期間中1000円以上ご投票。いやこのレースを見ていく俺は抽選で20名様に今言ったら負ける気がする。キャッシュバックプレゼント。そういう時大体パチンコでも続きますからね。こういうトイレ我慢してた時は。なるほど。これ当たりますよ。またナイター、はい、ミッドナイト競輪、ね、ウィークリーキャンペーンも行っています。毎週そば50万円までの期間中でナイター開催、ミッドナイト開催を合計3000円以上購入すると抽選で100名様に5000円キャッシュバック。こういうプレゼント企画毎週毎週やってる可能性もありますからね。よくね、ピンチケットさんはポイントばプレゼントしてくれますよくよく。ありがたかね。太っ腹ですからね。今だけですよ。今ゴールデンウィークやから太っ腹になってるだけで、もうこの期間終了したらね、あの5000円確定くじとかそういう系のやつね、来ない可能性もありますからね。そうそうそう、今がチャンスですよ、ダウンロードするなら。おーと、来た来た来た。3レースを制したのは徳島の田村優也でした。ジャンル主導権を握り力強く押し切っています。徳一般2着には原田、3着山口で3連単9270円のプレイヤーとなっています。ギャンブル配信マジで一生できるわ。A 級の徳一般戦です。距離1562メートル。皆さん156、156を応援してください。頑張る。1着2着が156、156で、はい、後ろは7以外です。対戦のということで2着まで156、156が来ないと外れということで、それでは4レースの対戦メンバーインコースから順を追ってご紹介いたします。1番は宮崎の四つ本慎也、2番熊本吉成隆弘、3番は香川の佐々木秀幸、誰が飛び出すかな最初、塩川慎一郎、5番福岡の片山直人、6番は山口安本翔平、7番は高知の岡本慎也、怪我とかじゃないですか、読み上がりみたいな。7名での対戦です。それはじゃあそれはよ、あ難しかいわ。ゆっくりね、無理戦ごと、無理戦ごと徐々に徐々にね。そうそうそう、6番でかくやめる。乾燥するだけでエラかけんの7番の選手の人は、そう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 、走ってるだけですごいけ、うんうん、怪我のつきもの。そう、配信でねまだ1回もね落車してないんでね、あの競輪って結構ね落車が多いんですよ。なんでね、あの危ないとこもあるんですけどね、だから安全に走ってほしいです。そうです、安全に、とりあえず安全にゴールすることが第一ですからね。もう勝ち負けは二の次ですから、気にしたことありません、勝ち負けなんて。そうですね。いやー、156いけんけん。おい、気にしすぎやろ。まずはスタートですが、6番車そんな行っていいの、うちは。2番車の吉成、この両者上がっていきましたが、結局2番の吉成がスタートを取りました。横切っていくよ、1番の吉成ずっと赤いってこと。6番の安田が現在は3番手、そして5番の加藤直人、あと4番の塩川慎一郎がいて、7番の赤松秀信かわしていって、3番佐々木秀幸という序盤。デスゾーン、1周回目、3コーナーから4コーナーに向かいます。頑張れー頑張れー。5、1、2、6ですね。今の並びは前受け、5番の片山、そう、そういうことね、5、1、6に挟まれたってことか、2番が1番の4つもと久々の勝利といったところ。この2番の選手はあんま、2番の吉成はライン頑張らん、安全運転でね、あの無理専用に、スタートが取れ、競争やけど、6番の安本はまずは俺たちは安全が見たけん、このままでいいけどね、このままでよかですよ。ラグビー4番の塩川、安本マークから抜け出しを狙います。そして3番の佐々木、超欠場の勝ち目、この後ろを固めて156156、6が一番でかいかな、多分6かな。3対4とラインが大きく2つに分かれました。ここもスタートがスタートなりましたが、九州勢が前受け、
4番手から6番手も出るもん。6が前をね、そこも勝ってるからね。打賞の周回に入って前を抑えた6番の安本、あそこ4社グループなの。そうなんですよ。なるほど、4対3なんやね。4対3。打賞の周回の2コーナーからバックストレッチ、いいねいいね。516516、2着にどっちかからもう2着にどっちか頑張って、あと1周半。そして7番の赤松がいて、6の後ろに豪快1コイ、さあいけるかな。1号トップでもいいぞ。5番の片山今日はバクリに構えました。うわうわ、仕掛けた、内を開けたなと。なんだそれ。4番の塩川、そして5番の佐々木、仕掛けろ、5踏め、5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 、4番のモルタよ、モルタ、モルタ、いけいけ、ついていけ、ついていけ、651、ガイドのミルク、頑張れ、そのままよし、よし、しかもよし、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 え、5頭しかも512ですね。え、これまたこれすぎるね。ワンツースリーの見事に終わりました。ケーリン、ケーリン、チョレー、ケーリン、神ゲーやわ。あれまずスタート前に決まりました。これ勝つな人おる、僕たちのね、海面に乗っとけば。そう、見て見て、リプレイ見て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 、はい、512でございます。完璧です。これ今512持ってなくて1号だけの人ぶち切れとるじゃないか。うわぁ、はい、ということでね、僕たちと同じ海面2連勝でございます。うわ、僕たちと一緒の海面買いたい方は今すぐダウンロードしてこちらのこと入れてください。いや、2連今なら5,000円もらえます。ほら、51は結構人気どころよ。そう、でも1号の方が、うん、そうそうそう、はい、いくらでしょうか。え、あれあれどうしたどうした。結果の発表をしたいと思います。はい、こちらマイナス35,000円。おい、このエテクソテムゲーバキギャンブルは当てるのが目的じゃありません。勝つのが目的です。調子のな、結構人気どこが来たとかな。そうね、512か17倍。まあしゃあないしゃあない。そうね、1号にやったらちょっとちょっと転んだらね、うん、ちょっと転んだらよかったけ。まあまあまあ、でも512よりついてますから。オッケー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 、まあまあ、とりあえずね、大丈夫だよ。まあでもあなたたちはあとは絞ってください。そうですよね、僕たちは当てる解明は教えますけど、だって210点からここまで絞っとるけんね。そうそう、もうあとは自力でしてください。そうですそうです、俺やったら1で返ってくるよね。はい、ということで続いて僕の勝負レース、勝負レース、あとは任した。腹が痛い。めちゃくちゃ自信があるレースでございます。めちゃくちゃ自信があるレースで、はい、皆さん僕と同じ買い目乗ったら確実に当たると言っても過言ではございません。保険かけてる、はい、90% くらい僕は今自信があります。昨日からこれ狙ってました、このレースだけは。はあ、はい、ということでね、まあ今ダウンロードしたらまだ間に合います、このレース。そうよ、5万円、だって5万円が3回出る確率もありますからね。そうですよ、ですね、なんでね、15万円、まだあと10分投票時間ありますんで、まだ間に合います。今すぐダウンロードしてこちらのコードを入れてください。そうよね、なんかみんなバイトとか頑張ってるやろ、ね、なんかみんなね、俺たちこれダウンロードするだけで5万円稼げるとよ。いや、それは嘘。え絶対5万円当たるみたいな言い方はやめてください。まあでも当たった人もいますからね。まあ、当たった人が当たる可能性もあります。ただ今なら3回くじ3回のうち1回3回以内に確実に5000円が当たるキャンペーンやってますのでね。はい、こちらのコード入れたらすごいお得ですよ。そう。まあ別に入れなくてもいいですよ。うん、まあ、別に入れなくてもいいけど損するのはあなたですからね。残り2回は友達に土下座してください。残り2回は友達に土下座してね。無理がいい、俺の5000円がかかってるんだ。一緒にダウンロードしてくれって言ったら、そのダウンロードした友達もくじ引けますから、ウィンウィンでございます。そうよ、連鎖反応でございます。こちら、あの植物連鎖みたいな感じですわ。
お前たとえうま何笑っとんじゃん。はい、まあレースよ、レースの問題は。うわちょっと恋は肩勝ちなか。1D が相当強いですよね。ですね、オッズ的にも。どっちが強かとやろうか。ちょっと握手してみらんね。握手。1と 2? うわ、来い。いや、来いわね。2じゃなかですか。うわ、おい、めちゃくちゃよか買い方見つけた。え？はい、こちら私自身レースあります。自身レースであります。ん？ 215 215 215 215 215。何ですか？215 145 7 7。どうやろ。D157 7 7。は穴目やねー。4 4 4 4 2 1 5 4 2 1 4 5 1 3 4 5。いかがでしょうか。いいね。またガミにまくるぞ。いや、これ結構自信あるんだよな。今回資金配分します。ということでね、2、いやこれでいいだろう。251、なんなら俺正直これだけでいいと思ってる。うわ、いいかも。いいね。いや、これでいきたい、正直俺は。あ、ケツだけちょっと三着だけちょっと幅広くって感じか。まあ俺は3が良かと思うけどね。これでいこうかな。え、じゃあ今んところ2連続的中しておりますからね。そうですよ、結構ね。いや本当に6がちょっと怖い。6がちょっと怖いな、なんか EX データ見ていこう。6怖いよ。6は短期の、はい、皆さんこういうね、見えてますか画面、こういうね、その機種、選手ごとのね、データが見れまして、6番の方、なんと短期で発進の時、はいはいはい、18分の18着外でございます。おりょーってことはこれ6は霧じゃんよ。そう、あっつ、このデータ。あっつー。こういう便利な機能が揃ってますんでね。あっつ。え、ベギー。ギャンブルに絶対はない。それは知ってる。でも期待値はありますから、ね。期待値はある。期待値は高いね。2、2、1。いや、これはいいんだよ。4、4、4、3、4を2着まで買うか。なるほど、買う。4を2着まで外すより当てた方がいいよな。そうですね。そうだ、やっぱり当てることが第一ですから。バケギ、勝つことが大事だろうけ。え、9組ちょっとちょっと、今5レースで残り5、6、7、8、9。もうあと4レース？いや5レース、あと
あと5レースだから。ゆっくり行こや。貼っていいんですよ。いや、ここ割と行っていい？行っていいですよ。あ、その回目で買います？もうそれはもうあなた次第ですから。あなた次第です。これピッピッピッてしちゃった？まあ、ピッピッピッって。ああ上と下に。おにゃかが出てきやるよ。ピッピッピッ。145145 1345ね3着1345うわでもちょっと1怖くなってきた大丈夫お前を信じるんや信じようあれ時間大丈夫大丈夫や1の選手はね1がちょっと怖え行っても刺され率がちょっと高加減ね刺され率刺され率見てみる勝率はそがんあれやけど2着3着率は高かろうが1の人はいああなるほどだから一番前にいても刺される傾向があります逆に2の人は1着率が高いねってことはその後ろにいる3番の選手この人は刺しやすかかもしれませんじゃあこれでいきますはいはい文字文字なんか2万200円のとかってあれ、はい、あれあれあれあのちょっと気分で入れました合計は20万20万って書いてある200円ね20合計20万だ各はい各2万お各2万2万いったとあんだあなんと皆さんついに残金が84万円になってしまいましたということではいみんないっぱいダウンロードしてねあじゃあ今まあ、いっか20はいということで57分21時57分くらいにレース映像に変わりますのでねはい皆さんアプリ入れたら5000円もらえるってマジですかアプリ入れてねくじがね3回初回の3回のうちに5000円が当たるという確実に当たるということでだから俺ので1回でしょうんだからこの1回で引けるかどうかはあなた次第そう3分の13分の1でもしそこで当たらなかったらまあね友達とかに土下座してください、うん、友達に土下座して2回引いたら絶対に5000円が出るだからあの初めてダウンロードした人が3回くじを引くと8000円はマジで確定で今だけもらえますマジで確定そういうこと、うん、マジで確定前回まではこんなんなかったよねそうなかったなかった先週はなかったよごめんなさいはいだから今がチャンスこちらね利用したらあの一発で5000円当たるとねあのすごい今評判でございますいやもう巷では、うん、巷で評判巷ではもう有名やから定評のあるここが勝負レースと太田さんのそうですねここで1が来るかこんな1が来たらちょっともう乾杯やね大丈夫です今流れ来てますから2連続的中ですよ、ね、2連続3連続2連続かな1,2外して3,4当たったんでこれ5連続目ですよねはいこれ当たって3連続的中にしましょう間違いないよしじゃあ次も当てるために前回を全的中でいきますか全的中狙い何頭でしたっけ2頭か2頭ですなるほどあなたの盾につきご注意ください星字あるやん、かけられてないとこやな何だろう星字かけられてなかったらこっちは出られちゃうできたら2,4できたらオッズが高いですねなるほどえ、今2,4の2連単なんか1000倍ぐらいついてなかった2,4、2連単29倍ですねえ、じゃあ2,4が来たら28倍になった2,4は結構厚めかもしれない厚ー2,4やったら一番安いところで5か
でも30倍。うん、24個。24やな、24。24来よう、24来よう。24、3とか来たらね。ガチで24来て。とりあえず2の人が頭になったら。243だな、243。白井選手、頑張ってくれ。うわ、この星印だけかけようかよな。100円ずつ。うん、そしたら全部俺が一人占めやけ。あ、もう締め切られて。ムッチナイトレース。第5レースの投票締め切り時刻を迎えました。ご投票ありがとうございました。ありがとうございました。では4レースの結果を見ていきましょう。僕さっき俺たちが当てたレースやん。でも頑張って。決まりのまくりタイムが12秒2です。払い戻し、はい、現在今ね2レース連続的中してますんでね、皆さんこの機会に乗ってみてはいかがでしょうか。ましてこちらはチャンネル登録5000人ぶち中オリジナルサンプル受けオリジナルグッズ各25名様合計100名様にプレゼントさせていただきます。いきます。さあこちらの応募方法なんですが、ぶち中部チャンネルの243、こちらは番組概要欄にあります。243が来たらえげつないぞ。帯でしょ。締め切りは明日になります。帯でしょ。4月30日までとなっていますので、ぜひ皆様こちらご応募ください。ね、それでは第5レース、243来たら余裕で帯です。3帯ぐらいじゃない？3帯。まあ4絡めば243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 
の。開催2日目の京都向こう町競輪場クイーンチケットミッドナイト競輪杯です。折り返しですよもう。これ準決一般戦が全て終了いたしました。前回も言っとったけどガチガチやった。り戦が続いてそういうね熱い勝負が繰り広げられる。第5レースは A 級チャレンジ準決勝戦の1つ目です。距離 1625m、 バンク周回は4周回、レース課題は先頭固定競争。先頭誘導員は河村明憲選手が務めます。これすごいね。対戦メンバーの7選手発走内に勢揃いいたしました。礼儀の中ね、みんな尺。それでは第2レースのメンバーを順を追ってご紹介いたします。確定室来たわ。礼儀いいやつは来るけんの。見とるからね、そういうところで競輪の神様は。2番は広島の白井裕太郎。若めやない。3番は福岡別所秀幸。パチンカス見てるみたいな。4番は高知森下忠夫。監視カメラにこういつも礼儀。真鍋慎也。お前や。6番福岡竹本大志。そして7番は香川の雪。はい、頼むぞ。ニヤ玉。名とりあえず2が頭で来てくれたら何でもいいわ。とりあえず2頭で来よう、うん、よし上げてね。そうちゃんとこれはロングブレスダイエットやわ。なんで言うリラックスしとるね。あーゼータディビジョンくらいリラックスしとる。今回俺結構売れてな、頑張らんばいかんのー。よっしゃー。拍手したやん。こちらのレースからは1着から3着。なんか今、吠え取ったね、2番の選手。2番の選手の決勝戦に進むことができます。すごい、イメトレめちゃくちゃしとる。いや、いいよ。イメージは完璧よ。いいよ。イメージは完璧よ、もう。いや、もう立ってるもん、最初から。すごい。体勢が他の選手と違うぞ。よーこ、こいけまし。あ、いいね。2番で、いいね。最内1番の人を山本博明がスタートを取りました。1番が後ろからどういう状況か分からんようにしたら、2番の白井裕太郎、そして5番の真鍋慎也です。1番だけ立ちこぎしよるよ。距離があって4番の森下忠夫に、立ちこぎは足に乳酸保るけど、そして7番の雪森大輔がいて、外から出て6番竹本大志という序盤戦です。先頭1周回目、3コーナーから4コーナーに向かいます。まずは1番の山本が昨日に続けたスタートを取りました。初日は2コーナーから勝って快勝しています。みんな2を応援してくれ。頑張ってくれね。3番の別所、まずはこの山本の踏み出しに集中したいところ。そしてひとまずは6番の竹本が、お願い、マジで1と2がライバルなんですよ。福岡が3勝で並ぶような1と2がライバルやから、どっちが勝ってもおかしくないけど、俺はもう2を押してる。2の方が主人公ですか？2の方が俺的には主人公。サトシやん、2は。サトシ。あっちが主人公では。いや、あのポケモン逃がすやつ。シクザル捨てたやつか。あいつは許せ。いけ、サトシ、頑張れ。
アーマン周回2センターから今年頑張れ新人に負けんなよ。シナイが前と車間を開けています。前で待つのは1番の山本、ね、山本シライは早いね。早くね。さあ4番手、おお仕掛けた。よし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 6番のいいよ、何でも3番来てほしくねー。前後夫人が入れ替わりました。1、どいて。もう2が頭いったらいい。2が頭、2が頭、とりあえずね、まず当てよう。オッケー、7ブロックして、7、1をブロックしよう。オッケー、7ケツバピーンって。24やで、24、24。オッケー、引き離せ、引き離せ。おい、ブロックしろー、頼む。大丈夫、大丈夫、いける。オッケー、内側におるから。粘れ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 、いける、いける、サトシ頑張れ、サトシ頑張れ。オッケー、粘ってる粘ってる、頑張れ頑張れ、よしよしよし頑張れ、やばい、あ、え、あ、大丈夫、え、危ない今、え、今なんか外れたで今、なんか、え、俺見えた見えた、なんかここで先頭追走が7番の雪乃、大丈夫大丈夫、先頭3番の別所、別所先頭でゴールイン。なんかガシャンってなってなかった第5レー請求チャレンジの準決勝戦、これは大波乱となりました。最終の3コーナー付近、大丈夫、怪我ない。いやいや、これえぐいよ。山本、白井、この両者に転倒落車のアクシデント。さらにはこれやばそう、1の人は大丈夫です。4選手が落車転倒、折れてたりしないよね。結局3番の別所、6番の竹本、7番の雪成、この3名だけゴールを通過いたしまして、今1番の山本がどうでしょう、再乗してゴールを目指しますでしょうか。いや、5番と2がや、待って、2番の人がめちゃくちゃ痛そうにしてるわ、ちょっと5番も痛いか、サトシ判断を仰いでいるんですけれども、大丈夫かちで、1番の山本、再乗の意思を確認しております。さあ、このまま山本が自転車に下がって再乗することができるかどうか。これどうなるんですか。これは多分外れですね。外れですか、これ。多分2射だけゴールとかやったら3連単不成立で返金来たかもしれないけど、3射ゴールしたから多分返金はこのまま危険ということになって、結局1番の山本も危険ということになっていきそうです。タンカー救急車、それではリプレイでご覧いただきましょう。あ、2番の選手、本当にやばそうですね。ここは3コーナーで審議となりました。ご注意ください。大波乱となりました。最終的には結局多分満州ゆきなり6番の竹本、3番7番6番、角度を変えた、ご了承ください。スローリプレイご覧いただきましょう。満車券か。このレースは審議となりました。そうですね、行きましょう。まあ、こればっかしはね、ちょっと事故は仕方がないことなんでね。竹本3番7番6番での選手たちがあってのウィンチケットですから、お伝えをしておきますが、残りの4選手転倒落車のアクシデントがありまして、このレースは審議となりました。決定放送入りますまで今しばらくお待ちください。5レースでした。3番で2連単で900。さあ、第5レース、えぐっ、じゃあこの黄色の文字やん、決勝戦をご覧いただきました。全然全って言ったやん、俺星のとこじゃのか、もしかしたらなんて星のとこ、そう、星のところやったかもしれん、ピカンピカンって定となっていくんでしょうか。この後の審判からの放送もうしばらくお待ちいただきたいと思います。ね、勝也さん、ちょっとこれですね、審議ということになりますね。まあ、これ審議中で、まあ、次に行きます。まあ、その誰かが違反っていうか、あ、そういうマイナスっていうかあれか、うん、なるほど。まあ、俺たちには特に関係ないんかな、ちょっともうやけん、全然全然って言うたもん。376でしょ。え、これオッズどうやったん、オッズどうなったん、これ言っていい。376、うん、6900倍、えぐー、100円で69万。だけんじゃんじゃんじゃんって、だもん、いや、お前このレースでは言ってないぞ。簡単に言ってるけど。まったく、まあまあ、まあ、次次切り替えよ、切り替えよ。はい、第6レース。でもやっぱ荒れてんな。いや、それ荒れるやろ。まあ今から人気の子ねえがちょっとね飛んでしまうんだからな。まあ今のはしゃあなしです。そうそう、切り替えよう、流れをまた作ろう、ここで。そうですね、
おう、マイナス20万。これ1頭だろ。次のレースですか？はい。1クソ強くないですか？これは鬼強いですね。これ1頭固定でいいんじゃないですか？これは。そうですよね。うわ、結構何これ、一番人気123で2倍とか。カッコ76ってこれどういうこと、これ。辛いです。どれ？あれ待って、3連単で 1.9 倍よ。いやもうこれもうここしか見えてる。上2点だけとか。いや上2点にしたのが見るか。2点も多いぞ2点で多いと言われる時代。いやこれは2点多いな。どうしたもんか。12の結局123だよな。まあどっちかがいいんじゃない。123一点買うか、うん、その123以外のやつ。ああなるほどね。どっちかにかけるしかないんじゃない。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。123 10万円いく。うわあおりー。ジンさん10万円でいいよな。確実に増やすところはここかもしれんよ。そうだね、逆に言ってみたら。でも今回ったら知りませんちょっと待って、よく考えるか。よく考えよう。13にはどうな。よく考えよう。あー、そういうことね。もう圧倒的。あー、いやあのね、プロの予想家はまあ123も買っとるけど、まあ別のとこが来たらいいなぐらいのあれかな。そうだね。まあ、未覚悟じゃないけど123だな。まあね、みんな123 5万でいいんですか。10万入れます。10万入れ。どうしよう、これどうがいいんやろ。どうがいいんだろうな。3連単1点。123以外に言ってる人いる、プロ。あ、プロ、うん、あ、言っとるよ。1の23の234とか、次134とか124とか買っとる人。硬えな、こりゃ。こりゃ硬えですか。123言え。123 123小池なら絶対にここを買うはず。お前が言うから怖いんだよな怖いね。外れた外れたでしょ。ないこれ何レース。6レースか。6レース早ー。あと4レースしかないじゃん。1、2、全でもいいですけどね。まあね、でかいとこ来てくれ戦法でもいいよ。1、2、全で一番人気切っときます。まあそれもあり。まあどっちが、どっちがいいんやろ。 2.2 倍まで上がったね。まあでもこれでなんかね、転ぶことないか。そうね。ファンファンファン。あ、映ってないですよ画面。どうしようかね。あれ圧倒的なんや。1、2、あれが1、2、2、1。映らんくなった。123132が人気ですね。折り返し。あれ放送事故ですかこれ。あら困ったな。ちょっと iPad が映らなくなりました。困ったな。接続。そうね、ちょっと。はい、お前こんにちは。123でいいですか。123じゃないかな。いいですよ。123、5万円でしときますか。おれ。じゃあ123に5万円かけます。はい。お、2.4 倍に上がってきた。3連単1点5万円。123の3連単はこれいくらなんだ。 1.4 倍。はい、ということで6レース改名
こんにちは。123、5万円。あー、オッケーオッケー。着実な勝ちを、まあ、これはもう間違いなく取ろう。うん、いやまあこれはもう勝ち確よ。だってこれみんなかけてるんやから、ここに買い目。あ、でもみんなは別の予想したりしても面白いんじゃないかな。あ、まあ、123とか、まあ、同じ回目かでも面白くないしね。ちょっと一回カメラ切りますね。おい、少しだけ。もし接続不良ですか。接続不良で戻します。はい。ちょっと iPad が映んないっていう事故が。なーぬ、接続不良。いや、これ鼻息荒お前。どうしたの。いや、ちょっと出すもん出してきたんで。めちゃめちゃ鼻息。じゃあこのレース確実に行こう。おい、山田も鼻息荒くなるわね。あと何分？あと1分で締め切りですのでね、皆さん急いでください。もうちょい来たの。おいおい、急いで急いで頑張ろう。選手も頑張っとるけんが、俺らもかけてから応援しよう。はい、ということで僕のちょっと iPad が映せなくなったという事故が起きまして、口頭でのね、買い目になるんですけど、はい、123、5万円、1点5万円でございます。わお、5万円。どうですか。ここは取って当たり前に参りますかね。ですね。そうそうそう。ボーナスタイムですよ。そうそうそう。よくにボーナスタイムもあっけ。まあこれで逆にね、1、2、4、5、6、7とかにしてたらめちゃくちゃ配当つきますけど、まあ、皆さんね、どちらにするかはあなた次第。うん。ということでね、ちょっともう一回切ります。はい、なんか繋いどいてください。いや、どうですか山田さん、5レースまで終わってみて。そうですね、まあ順調な出だしですね、これは。いや、もう出だしても中盤ですけど。あ、そうですか。まあだいぶ順調なんでね、まあ今晩も俺らのね、マッチします。はい、マッチポイントの優勝も近くなってきたのでね。ああね、あーガールズ以外はガチガチ信用しないと。そういえばガールズはね、結構ガチガチなんやな。そういうデータあるんですか。はい、僕が1回だけ見ました。1回じゃちょっとデータとは言い難いですけどね。もうレース映像に変えときますか。はいはい。まあ2人でもがきやってやべ、ガチで直らん。第5レースの払い戻り、さっきまで繋がってたもん。ガチでどうしたんだ、なんか線抜けてないよね。いや、なんもさっきパンパンって言ったもんね。2社単3,7,9,3,390円それ NHK のやつやん。69,860円。いやー、これ開けた方おめでとうございます。えぐ、これ100円で69万1,000円。円かけてたら690万。1万円かけてたらバカ、おい、下がるわ。1万円って100枚やんな。まあ5枚とか10枚だったんじゃない、ここにかけてる人は。3番、ね、別所秀幸。すいません、2着7番 iPad の線、絶対これ大輔、断線しましたね。3着6番竹本大志。ガチで反応しなくなりました。払い戻し金2社単3番7番93,390円。3連単3番7番6番69,860円。その他はご覧の通りとなりました。さあ、5レースは後輩党となっています。そして21時40分現在のバッティングポジションはご覧の通りです。気温が冷えてきたね。さあ、6レース締め切り時刻まで10分を切っておりますので、お時間には十分にご注意ください。では6レースのメンバーです。ご覧の7選手との対戦です。危ないやろ、それはね、危ないでしょう。
何でしたっけ、このレースは。123? 123、1点。123、1点買い。徳田選手の後ろが並走という形になってきそうですよね。地元か。ですね。ただちょっと選手会が1、2倍目。ということになりましたので。え、1、2の2連単で 2.2 倍よ。あれは掴めたわ。え、でも掴めたもちょっと上がってたりするけど。2、上がれ、上がれ、の金馬を。はい、徳田君の後ろ1が出てきて。こういうやつだね。何買ってます、あなたさんが。はい。人気は1、2が 2.2 倍、2、1で 8.3 倍、1番から3番で 5.5 倍というオッズになっています。徳田選手頑張ってくれ。まあ、この 1、2、3体系が3連単も見ていきましょう。 2.2 倍、1番から5番勝負するセレッタ、3連単、1、2、2番、3番、 2.2 倍、1番、3番、 2番で、まだ2連単俺らが多分かけてたら下がってた、ね、そう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 、いや5万もかけてたらそれは下がってるね。6番車、7番車をそれぞれ1着としたところの3連単はご覧の通りとなっています。さかつやさん、このレースはいかがでしょうか。ここ1、2、3、1、3、2の2点変えないな、まあ、戦同期対決となりましたね、うん、どっちかだな、徳田選手、恋が、まあ、俺がプライベートやったら多分どちらとも1000円と走ってお前じゃプロマン、そらまいやプラス300円でね、まあまあ確実ですからね、直でセリに行きますっていうね、はい、コメントが出てますからね。どうでしょう、これね、勝てばよく、どうぞ、どうぞ、負けるやつが、どちらかが勝って流れ込むっていう車検よりも、あ、2.3 倍ついてるやん、あ、儲けた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 、あ、違った、あ、当たったね、こっちで、やっぱこっちで当たった。このレースに関しては、徳田選手から原井選手っていうこの2人から人気になると思います。ギアバイスもちゃんと上がっとんね。え、何ですか、ギアバイスって。ヤマさん、教えてください。知らんの、一番人気とということになってますね。ちょちょ、俺ら分からんからね。あとね、4番車の岡田選手が BK って回数なんですか。 BK、 この辺りはどうなんですか。 BK ベヒアル前が競り合いで、バイク川崎、バイク川崎回数、勝った回数ですよ。お、ギア変更、うわ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 、岡崎選手やったか、こういうお知らせ、熱い、まあ、そこ狙いだと思いますね。ってことはこう4番の選手となると、ちょっと3連単には入れておかないといけないかなというところで、はい、ここは印とフォーカスが出ていますね。伊藤さんと同じ買い目買ってみても楽しいんじゃないでしょうかね。伊藤さんがあまり見てると、ふんだりやめたりふんだりやめたりすると自然と足に来ちゃうんですよ。だからそこを少しこうギアをかけて、少しこう流れを作って足をためようっていうね、感じになると思います、ね、でもこれ2、1もあるんや、同期2頭もあるんや、確かに7と2倍払いの折り返しから3、1、3、4、うん、あとは払いが逃げてきた時の場合での五反田、結局これね、今日は星印はなんかキラーンって、今回はないんじゃないですか、今回はなんかね、徳田選手がね、もう星印を見つけるのも楽しいですからね、まあ、そのあたりから、まあ、徳田選手と徳田選手の絡み、1番3番の2.4も上がった、上がった、え、どんどん上がっていける、あ、まだ締め切りじゃないよ、上がって上がって締め切りまで、はいはい、みんながね、違うところに来たら上がっていきますけどね。3倍1番だったら、ほらほら、俺らが2社単買っとったらもっと 1.6 倍ぐらいになってた。さ、最終的にやっぱ3連単とか5分前になります。お時間には十分にご注意ください。さあ、おつさん、お帰りなさい。はい、私こちらでございます。たまにあるけどね、から3番に締めるっていうところで、まあ、やっぱりちょっと横で言うとちょっと岡田選手が取り切れるのかなと思うんですけども、やっぱり勝負どころ踏み上げているときには岡田選手のパワーが違うかなというところで、そこに、原井選手も力で対抗して、この人は 1、2、2、1、3、結局は 1、2、3にしておきます。追い出しなしで、はい、あ、聞きした聞きした、はい、1、2、3というところですね。徳田選手から、あとは原井選手と五反田選手との組み合わせ、はい、はい、ちょっとここでお知らせです。狙わせていただきたいと思います。はい、完全に iPad を映 す、はい、すので、そうですね、お時間には十分にご注意いただきたい、線が死んだので、はい、できるだけね、分かりやすく説明するようにしますのでね、はい、で原井選手とあと五反田選手も入れたいんですけども、買い目とかはね、こちらを参照ください。選手もね、昨日伸びていたので、うんうん、ここはちょっとこうセリの後ろの2人にということで、僕はトイレに行ってきます。はい、注文してみましたね。はい、ウィンチケットの上の人に土下座してきますよ。これ、徳田選手、恋が競りっていうのはね、これ、まあ、しゃあない、しゃあない、トラブルはつきものですから、1、7、6、4、5、6は人生っていうトラブルもありますからね、あっていうね、1、7、6、4、5っていう、うん、はい、それならそれで、ほら、
準決勝から決勝に勝ち上がるのに、なんか近道っていうか、まあそれが全然走りなんですけど、まずこれ澤田選手が考えることは、尾崎選手が多分ね、これ澤田選手の3番手を決めるときに何の躊躇もなく、まあ全然よって澤田さんが言ったり、1かもしれんけどね、だからどうしようかなって言いながら決めると、あ、僕は徳田選手の3番手ですけどっていう形になられると、こういうのってラインの3番手の選手がね、一番前の選手を強気に行かせるっていうこともありますよ。アフレコしよる、いやいや、まあ7でしょうね、ここは。もう言ったっていうか、その突き方の、まあでも1、2着だな、全然いいよって、さ、確かにやるよって言ったら違う。これはちょっとやらなきゃいけませんね。そうだ、選手の思いだけじゃなくて、後ろについてくれるね、選手たち、大先輩たちのそういう、いや、今回のレースは決めるのが早かったから、やっぱそこ、ね、この人が伊藤さんなのかもしれない。あ、そういったのも伊藤さんや。気持ちよくね、言ったと思うんですよね。いいよって、すぐやるよって。分からんね。なんか勝也さんのその言い方で言われたら、頑張ろうって思いますもんね。いいよいいよ、なんか好きにやってくれたらさ。いやいや、このレースは1、2、3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 、
次行ってみよう切り替えよう7レースですね。まあまあまあ、あんた今のはなかったことにしよう。谷口選手から2番の小林選手 3.9 倍。全然コメント見てなかったから。ごめんなさい。もう、のんきにアフレコしてる場合ちゃうかったよ。3連単のオッズです。1番車から5番車をそれぞれ1着としたところを3連単です。のんきだ。のんき、これ、いいね。その時点で結果外れとった。じゃあちょっとカメラ変えますね。はい、はい、ということでごめんなさい、今ね iPad の配線がちょっと壊れてしまって映らないんで、もうパパッと決めさせていただきます。はい、山さんメモ。はいはいはい、ペン、はい、ペン、まずは昨日2番手線というところだったんですけれどもね、今日はラインの前ということになりますね。ペン、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 どこだ。今日は吉藤選手を先行につけて、まあ後ろ、真後ろでしたからね、谷口選手が、まあ、そのまま引退をできず4着というね形でしたけど、まあただ今日は俺、小林さん何だと思いますか。何レースですか。ってことでどうでしょう。7レース、どれが強いですかね。短期が逃げますからね。しばし待たれよ。小林選手うまく逃げてけど、これ短期の選手も味方につける形になるんでね。なんかさっきからめちゃくちゃ荒れてるんで、一前前とかどうですか。十分チャンスあると思いますけどね。はい、ね、そうなると谷口選手が後方ということになりますね。ありっちゃありっすね、全然、まあ、私はいいと思います。昨日と苦戦してますけどもね、谷口選手ね、うん、荒れてんなぁ、ね、なんか荒れてる流れ来てるんで、一全然でワンチャンどうでしょうか。一全然やと何通りやっけ。30組。いい、じゃあ一全然5000円。そんな初日特選でしたね。もうしかもなんか今回オッズの高かね。オッズ次第ではどうかっていうところもあると思うんですが、あとは相馬選手がやっぱりね、で計15、いや待って、うん、バッテっていうところで、はい、昨日はね写真判定で惜しくも2着というところでしたね。あの伊藤アルト選手にかなり迫ってましたよね。しかもかまし先行だったから、うん、もう伊藤アルト選手が楽に押し切るかなと思ったら、うん、アルト選手かなり視聴者のみんな知ってたよ。じゃあ結果をそうですよ、ゴールボールどっち言ってよ。なんか確認し合ってましたもんね、伊藤アルト選手と。ちょっとしっかりしたどうします、ガミってるとこは。あえて消すのもあるし、そこは熱く熱く張りますか。じゃあ4000人でガミってるとこは熱く張ります。また有馬選手もどこまで迫れるのかというところもね、注目していきたいところですけどね。では、シルストフォーカス見ていきましょう。まずはもう自力両者から入りました、はい、谷口のまくり、逃げ切る小林文也、逃げ粘る1番2番の東山六さん、2つ目がまくる谷口、先行する小林の番手の有馬を絡めた1、6折り返しから2、3、はい、3つ目、まあ短期の選手もしっかりとこう先手ラインを追わせて、これ人気の谷口選手のまくりが3着までにしか届かずという形ですね。2元の攻撃力両者、2の折り返しから1番3番ですね。合計いくらの金額ですか。さあ、ここはご覧の通り上げていただいていますね。まずはここはね、自力選手投資というところで1、2、2時間見るところを厚く張って、さおじさんお帰りなさい。はいはい、締め切り7分前となりました。お時間にはご注意ください。ちょっと待ってください、はい、ですね、そうですね、パクってないんですけど、今本当に今ちょっと悩みが14万7000円14万7000円、はい、思っているんですよ。勝谷さんも今確認をね、うん、していただいて、どうぞ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 、全然間に合わせてないんですけど、だから、うん、やっぱりあの昨日は、ね、小林選手番手戦というところだったんですけども、うん、今日は本来の自力戦というところで、まあ、持ち味を引きできるだろうというところで、まあ、あの263が逃げての1番の谷口選手はまくりで、ちょっと今日は負けになりそうですので、ちょっと7番の橋本選手の追走が厳しくなってくるんじゃないかというところと、まあ、小林選手が主導権取った時に、有馬、まあ、選手がどこまで番手の連動できるかというところなんですけれども、ちょっとそのあたりも
厳しいところもあるのかなというので思いましたので、まあ、やっぱりまあ古谷口選手と逃げて残っての小林選手、あとは有馬選手よりもやっぱり川上選手の足がありますので、じゃあね、私たちの概念がこちら伸びてきての1全然合計が3万円死守して読みらないように15万3000円、はい、なので1が頭の時点で結果はどうあれプラスです。です2点で、はい、15万3000円15万3000円、消費税込み。やっぱりね、こう谷口選手、小林選手っていうところは注目になってくると思うんですが、まあ、この伊藤さんもね、選手ね、1着取ってほしいな。あら、あれ私は26で第1着の3番と、あとは谷口選手でちょっと短期決めるんですよ、ね、ライブないよね。大丈夫です今回は大丈夫です。うまいめズバッとめぐちゃんだよ。そうだよ、なんて言ってますか、めぐちゃん。え、とりあえず2番の人の方が私好みだったから頭にして、6もかっこいいな、譲れない。まあ135は3着でいいかな。まあそんな感じですよね。うん。そんな軽い女なこの人やる気なさすぎよ。あ、来た来た、なんて言ってますこの人。何言ってんだお前は。まったくな、伊藤さん。いや126ですよ。そんな早口やったこれ。どんな早口やった。締め切り何分でしたっけ。あと4分15って書いてある。あと4分15。ほらこんなにねペースがあるのに。これ7レースだっけ。7レース。7レース。準決勝40分ファストか。 OK。はい、このレースでね、あとね、3分、4分で締め切りですのでね。はい、力かけろよ。頑張れ、はい、剣だけはするなよ。まだね、ウィンチケットダウンロードしてない人はめちゃくちゃ面白いんで、ダウンロードして上のコード入力してください。そしたらみんなね、ハッピーですから。はい、来週も配信できるかもしれません。もしかしたら、皆さんがコードたくさん入れてくれたら、まあ余ってるならしゃあなしも来週も配信していいですよってなる可能性もあります。やったー、お願いします。お願い、皆さんちょっとね、ここまで先週は皆さんのご協力のおかげで今週できましたんで、来週もできたらやりたいんで、よければお願いします。お願いします。お願いします。はい、伊藤さん、私はね、17しかないと思うんですよ。はいはいはい。だから6参加理由が分からん。お前そんな、口と全然迫力違うもん。ええよ、俺の名前は今日フリースタイル欲しいじゃん。そんな感じでやっていくぜ。ほら、早く締めくらんかな。うん、おお、なるほど。時間ずれてない。時間ずれてないね。ずれてちゃんと赤なってますね。今日は大丈夫。多分これは電話投票の締め切りなのかな。そうそうそうね。私は26の方だと思いますけどね。はい、26ですか。わかるわかる。うんうんうん。あ、これスラーッと流れていくかもしれませんけど、そんな感じで26で違うね。やるね。17が逃げ出して26が最終的に展開になるんじゃないかと思うぜ。おお。ちょっとなんて言おうか気になってきたよ、ほんとに。なんて言おうか、ほんとに、ちょっと音出してみる、なんて言おうか。あ、終わったかな。あら、どっか行っちゃったかな。オッズタイム。オッズタイム。ずれてる？ずれてるわけないやん。リズムどうする？え、ずれてない、絶対ずれてないよ。俺、本配信見たもん、今。たぶんこれで、絶対。たぶんこの秒数。ネット投票じゃなくて電話投票。電話投票ですからね。なるほどね。一前前なので、オッズ的に5と6 4、5、6がん、あ、2が来なければうまいかな。何が一番うまい。1、5、1、3とかでもね、全然ね、なんか美味しかったような気がする。1、3、うん、1、3
15が15だな、15 1315とか17、まあ、2がね、外れたら2が一番低いのか。1、2が人気どころやね。そうですね。1、3、1、5、1、3かな。2連単的にもそうね。頑張れ頑張れ。うわ、でもこれ14買おうとした人で2社服で買った方が落ちるか。あんた、そこはお得な情報教えるとね。あ、しまった。これはど、あ、でもまあほとんど拮抗してんな、1、2以外は。はい、まもなく締め切りでございます。はい。お、なんか配信始めた時より総計の票が増えてるんで、皆さんアプリ入れてくれてみんな投票してるんじゃないですか。ねえ、だって さっきのレースではね、星印なかったですからね。今回も今2万票入っとるらしく。どこに全部で。ってことは、この配信見てる人も結構入れてるんじゃない。このレースだけで200万ぐらいかけられてるんだ。ご投票ありがとうございました。ありがとうございました。では5レースの結果を見ていきましょう。69,860円差がありましたね。あれ、これ1着は3番、2着7番、3着は6番。2車単って2連服でもすごいの。結果、1番の山本選手は失格と判定されています。では続く6レースも見ていきましょう。第6レースはご覧の通りの結果になりました。ギャンブル系ライブ配信者目指しようね。来た、うわ来た、あっちー、俺らもこうなりてるわ。夜の競輪スタート。あるぜ、バーン。これ居酒屋の俺らや。居酒屋の俺らや。あーちゃ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 、あーマジか。一出せ、一。まあ、いちいちはまだ終わっていない。これ俺らが CM しても一番キャンペーンを行っております。開催期間中1000円以上ご投票いただいた方の中から抽選で20名様に5000円キャッシュバックプレゼント。詳しくは京都福岡市競輪場のホームページをご覧ください。みんなやるしかなかね。それでは第2レース、はい、ということでレースが始まります。さっきはね、ちょっとずれてしまったけど、今回はちゃんと時間大丈夫ですよね。そうよ、今回はずれてなんかね。さっきはいつの間にかおっとったけどね。開催2日目の京都向こう町競輪場、ウィンチケットミッドナイト競輪杯。さあ、これ1が1着できたら当たりでございます。じゃあ当たりというかもうプラス確定でございますね。お願いします。できれば1、2以外で、うん、3か5とか。対戦の7選手、発想第2号が1号は熱っ。1号できたら相当熱いぞ。はい、でもよろしくお願いします。はい、はい、はい。1番は森江の谷口昭正、2番和歌山小林文也、3番コーチの川上周平、ふくらはぎなんか張っちゃうの。4番エフの武田亮太、すねじすねじゃあるよ。6番奈良の、これ怪我したん大丈夫。怪我じゃないよな。歴戦の証、歴戦の証です。これだから佐保の父ちゃんもあんなシール貼ってなかったっけ。ただの老いじゃん。ただの筋肉痛じゃん。そうなんですか。さあ始まります。これ1が来たら大当たりでございます。皆さん1の応援をよろしくお願いいたします。意気込むる。いいな。お、お俺が1戦まず攻めて逃げ切りかな。いいいいいい、頼むよ。ああ、いい、非常にいい状態ですね。落ち着いてますね、ここ見た感じ。リラックス状態に入ってますね。1着から1着および3着の1名が明日の決勝戦に進むことができます。1着か1号がいいかな。さあ始まります。1号で来てくれたら神、神、神、マジで神。よし、ナイス。おいおい、もう付き合えんじゃん。もうですが、チューブ製が前に選択いたしました。おお、7が来る。なるほど、いいね。7でいいよ。大輔が2番手です。
3番手には2番の小林俊也がいて、この人は3番の川上俊平、あとは6番の有馬雄二が上がっていって、4番の武田亮太、これログはいいペースで上がってきてますね。という序盤戦です。ここで5番も6についていくんじゃないでしょうか。から横に向かいます。残り西渡りで1はね、出て1は出る前に出ると思いますよ。それでは、レースの声もあります。初日はバックストレッチから上がっています。追走が7番の橋本、谷口選手頑張ってくれ。谷口選手、谷口選手いいよ、いいよ。いや、こっから見てるよ。ちゃんと後ろ警戒してね。ハイド気をつけて。ハイド隠れてるから。ちゃんとどうぞ。おるおるおる。後ろからゆっくり迫ってくる。ハイド危険ね。そうよ。一の一が見とらん好きにね。まくりはかまして見えろよ。4番の武田に5番の西田です。体型は縦一列。この競争は谷口と小林、この両者人気分け合う形となりました。しっかり見て、しっかり後ろにして、自分の脇の下から見てるからね。エロいよ、どうどうかけねえ。そのクリアリングがエロいぞ。いいね、いいクリアリング。お前一番最初に突き抜けてもいいよ。さあ後ろ見て、いいよ、いいブロック、いいね、いいね、ブロックブロックブロック。1番の谷口、いい反射神経、ペースを上げていきます。まあ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 、ここはまあいいから。いや、いや、スピード出てる。いいね、いいよ、いい、ブロック6、ブリックで7が2をカバーする。逃げ切ろう、このまま逃げ切ろう。ブロックする、ブロックする。1、7、逃げ切ろう、逃げ切ろう。1、7で来い、このまま逃げ切ろう。1、7、1、7。3番こっから来てるよ。17ブロック、よし、ブロックブロックすればいい、2はブロックすればいい。ブロック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 、外側外側、ブロック7見て、ブロック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 。17 17 17、そのままそのままそのまま、ブロックブロック。17、逃げろ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 。いやー、逃げたけど、当たり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 、まあ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 、よし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 、ナイスナイスナイス。ちゃんとね、資金配布してるからね。よし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 、まずは的中です。しっかり谷口明雅のどうかね、何でした、ちょっと分からん、どうやったか。小林も踏み込んでいきました。なかなか小林を切るまでには至らなかったんですけれども、3かな、いや6だ、どっち、2、6だ、1、2、6。1番の谷口が押し切って、2着で2番の小林、いや、これ6だね。1、2、6だ。ギリ6。うわ、7とかやってる、作ってるのにね。1、6。どうかな、結構固めの決着になるのかな、1、2やから。そうですね。ちょっとね、1、6でも結構売れるね。12で1倍。第7レース、まあまあまあ、当てましたからね。小林選手も踏んでいったんですが、さあ結果の方を見てまいりたいと思います。はい、では放送入ります。結果の方がですね、はい、1着1番、2着2番、3着6番。え？山田さん、はい、結果の方を読み上げてください。かしこまりました。はい、収集呼びます。はい、プラスプラス4,500円。おいー、やっべおいー、4,500円ね、でかナイスナイスナイス、でか4,500円、ナイスナイスナイス、マイナスじゃない、マイナスじゃない、ナイスナイス。4,500、何、1,2,6,4,500円、万じゃなかった、ちょっと、ですよ。しっかり確認しましたからね。4,500万じゃなかったわ。でかいよ、こういうマイナスじゃなく終わることが大事ですからね。まあ、15万円ぐらいかけて、なんだっけ、15万3000円かけて、回収が15万7500円。よかった、レーサーさん。勝ちいくせえ、うわ。ハイリスク、ローリターンすぎやろ。いや、だって4500円だよ。だって、たった5分で4500円って相当嬉しいから。そうですね。一番人気が来たんですね。一番人気やったわ。一番人気やったんや。こういう時だけあれうわ。まあまあでも、しっかり逃げましたから、谷口選手が。さあ、次の8レース目。もうあと2レースしかないの？今日絶好調なのにね。今日絶好調ですね、僕たち。うわ、あと10レースぐらいしてるわ。そしたら深夜まで始まるね。バンクコンディションもご紹介しました。
さあ終了しました7レースなんですけれども、ね、また1が絶好調のレースが来てまいりました。初と3連単ともに1番人気っていうのはね、そうですね、1全然いきますか。谷内選手が思い切った突っ張り選手しましたね。引いてまくりかなっていうふうに1番人気の後は荒れるって言わないっきり引っ張って引っ張ってね、まあ、2分線結構オーズついてますよ。あれだけ狙えその9さえね突っ張ればなんとかなるだろうっていうね、そんな思いで、まあ、強い先行逃げ切りでしたね。どうしますか。相手小林選手ですか、ね、一番人気はいくらですか。小林選手も勝ってんの、外浮きかけて交代せずに、そこだから2周アウトになってましたよね小林選手は。いやそうですね。でまたゴール前ちょっと強いってて歪みの相手、うん、そうでしたそうでした。また4コーナー伸びてきてましたもんね。そうですよ、まだ時間あるんでね。追い込み気味になりましたね。4コーナー前に有馬選手一旦コースで詰まってこう全然行きますか。あれもしコースがね、そうそうなんです。ああでもこれ一前座あれっすね。人気分だって4まで行きやから、ね、ちょっとこうコース探しましたよね。ねえ、だから有馬選手も調子良さそうですよ。いやなんかね、見応えあった中でのこの一番人気っていうところがね、ありますけども。さあ7レースはね、ここは谷口選手、そして小林選手、有馬選手という決定になりました。では続く8レースを見ていきましょう。 A 級の準決勝戦、ご覧の中でとしての対戦、発送予定時刻は23時ちょうど、投票の締め切り時刻22時57分、民間ポータルサイトの締め切り時刻22時55分。最後一任せ。では、8レースの予想を見ていきましょう。1めっちゃ強い？強いよ、やっぱ人気なだけあるよ。ここは八谷選手の押し切りで 3.9 倍、また1番から4番になります。ラインから見て 8.4 倍。1番人気の折り返し3インチですと 9.1 倍、この3通りが10倍を切っています。3連単のオッズです。1番車から5番車をそれぞれ1着としたところの3連単、1番3番から3着、2番で1.3倍です。はい、じゃあ山田さん、買い目を記入してください。はい、1前前6番車、7番車をそれぞれ1着としたところの3連単がご覧の通りとなっています。はい、1、さあこの8レースなんですけれどもね、ここは細かく分かれてというところになってきます。まあ、注目はどうでしょうかね。伊藤選手もね、昨日しっかり押し切ってますしね。はい、まあ、金額ですね。長谷選手と伊藤アルト選手が、はい、なんかこうして数字だけ見ると、今、うん、振り分けてますね。はいはい、全然待ちます、うん、待ちます、まあ、まだ時間はありますからね。うん、まあ、基本八谷選手から狙うんだけど、うん、伊藤アルト選手と長谷選手の初日の走りっていうのは、そうですよ。いや、この2人も怖いぞってね。ねえ、まあ、少しずつプラスにしていきましょう。ちゃんと中谷選手なんか強かったですよ。あなた今日の配信のタイトル知ってますか。あれ何でしたっけ、今日はプラスを増やそうとか。え、何でしたっけ。210万取り返すって書いてあるわ、ね、あれ秋元選手それ違う放送ですよ。状態なのか、はい、長谷選手が良かったのか、はい、自然然、はい、なんか合計選手の調子が良さそうに見えましたけどね。なんかコメント見てると滝本選手思ったより21万2000円21万見るんですけどもね、めちゃくちゃ勝ちましたね。長谷選手も良かったの。そういうことですよ、ね、そういうことです。でまたここバック回数すごいですね。2桁台持ってるのが4選手ですか。すごいです ね、 ね、 ねなかなか21万見ないです。 OK です、見せてください。はい、この石田選手が伊藤アルト選手につきますもんね。そうなんですよ、自力同士がね。うん、こうかな。となるとね、ここ伊藤選手も、はい、みたいなレースをねしっかりしていって。そうですよ、これ伊藤選手もね、うん、これ地元の石田選手がついたってことは、ね、全然21万2000円基本的にね走っていくと思います。これ8レースですっけ、うん、はい、8レースです。残るもあと2レース。そうなると石田選手もこう絶好、またねしっかり足もありますしね、うん、こう伊藤アルト選手が気をつけなければいけないのは、ね、長谷選手と踏み合ってしまう。あ、でも、もう5、6、7が来た瞬間、後ろについて折れた石田選手も残れなくなりますからね。あくまでもこう枕で予定下に持っていかずに、地元の石田選手を連れていけるかっていう、ね、感じですよね。お、17900倍もありますよ。176
考えれば。あの125でも万馬券ね。今ちょうどこうお休みしようかなと思ってる人も目が覚めるし。あごめんいろんなやつ戻ってるわ。すみません頭の中でいつも走ってるんでいろんなやつ。西田浩二選手2桁の選手が地元の選手がなしね。番手つくわけだから伊藤アルト選手が多いっていうのはね。かなりこう今テンション上がってると思いますよ。やんなきゃいけねえなっていうね。そのレースも位置が硬いかなと私たちの予想では。伸びたでしょ。後輩と出したし。いやゴール前に伸びてましたよ。なんか。こんな時間までやってくれるんで、こんな時間まで皆さんギャンブルできることないですよ。えもうマジでここしかやってなくないこんな時間まで。ここで知る人フォーカス見ていきましょう。やっぱ走ってくれる選手のおかげ、はい、ある程度そのクラスになってしまうのかなっていうところ。そうですね。皆さん吉野選手、今のうちにダウンロードしたらまだ9レース間に合いますので、最終レースで。そう寝転びながら家でもね今こうやって勝ちれるかもしれない。番手の菱田選手を八谷選手と絡みました。一応折り返しが3番には締め切りが長谷選手が逃げていった時、そうですね、八谷選手と長谷選手の番手の山内選手への一に折り返しから3番5番ですね。そこは5、6、7よね。はい、ご覧のところを見ていただいています。中心はやはりね8谷選手、逆に3やと2、ところになってますね。1、3が3人気どころ。はい、では大津さんお願いします。はい、そうですね、ここちょっと近畿勢の車番が悪いんですけれども、そうですね、伊藤さんのアドバイスを聞くのもありかもしれないし、大丈夫、5、5番の人、5、4、そんな予想出して、え、どうですか、佐藤さん、ん、伊藤さん、どうですか。いやまあでもな、これ予想出しても僕次5番で走らないといけないんでね。あれ走る選手やったの。そうなんですよね、結構ちょっと急がないといけない。ちょっと待って、これ真似せ大穴やん。あ、これ今配信に映ってないよ、この YouTube 画面。あ、本当びっくりした。ほう、これ4頭って予想されてますよ。4頭なんで。僕は4頭けどね。なんで？ここがこの人の勝負レースってか。あ、穴目ですかここ。4157。え、バカ話やろ絶対。いやしかもこの人さっきのレースの126も当ててるからね。あ、でも一番人気やったんですよそれ。バカにすね。いやしてない。伊藤さんだけバカにすね。え、伊藤さんの買い目買いますか？いや、買ってみてもありなんじゃない？何言ってんだ！俺らの硬い石が21万もここにはめられてんだぞ。確かに21万やぞ俺らは。便宜。え、俺らより伊藤さんの方がうまか。先に気づくべきやったな伊藤さんに。ごめん、伊藤さんギリギリに勝負してんや。まあ、私はまだ26だと思いますけど。4何やった伊藤さんの回目。4151713254145とか。あ、でもまあ中穴なのかな、ここは。何倍とか50倍とからへんので。うわー、じゃあ、佐保さんみたいなポジションかな、多分この人は。じゃあ、お、じゃあこの人は6頭。なんで6?6、4、4、6、絶対ついとったろ。うわ、あっち穴と6、4はつきますね。こんなおしとやかなのに4、6もつきますよ。買い目ゴリ穴やな。多分6頭やばいやろうね。まあ私は何回も取ってきてるのでそれかけたいと思います。うまい人なんだ。いやでも7を3着に買ってるってことは全然あるってことやん。え、いや我らの1前7とか。星野さんこれ1が太いけどなんか、それ6、7じゃんあるじゃん。確かに全然なんかたまたまペンの向きです。そうそう、一応予想にあるってことはね。1、6、7とか。そういうの出したら読んじゃうから星野さん。そうか、読んじゃうなんか勝谷さんはあの色々読みたくなるんですから。うーわ、これこんな顔して穴と音をして俺よりジャンプだもん。これなんか思いが、重いね、そこにね、星野さん今書くときかもしれない。でも私たちの予想は一前前で、はい、書きましたね。まあ、どっちを買うかはあなたたち次第です。表しますからね。なんとですね、はい、そう、3着で1、7、1着と思いましたら、はい、勝谷さんは700万。おぉ、なぁ700万。今でもね、なんかそういう435万。いや、えぐい普段の生活えぐいけど、ちょっと待って、急にめっちゃ下がった。あ、これー、はい、結構人の心を見ます。内穴が来たら
400万ってことで、はい、じゃあ読まれる前に実況に行ってくれよ。やばいこれとりあえず一度先生に、はい、ということで私レース行ってきます。やっぱりでもそれはあの選手の時ももちろんそうなんでしょうね、うん、はい、ということでね、その9人ですよね。あと1分です。それぞれの1、2、3の人と心境を読んでっていうところも、今日はこいつ出るんじゃないか、なるほどね、1位と2と3の人だけ A1 と、うん、そうだし、それね、まあ、相手の心を読むとこともあるけど、ね、A1 が強いですよ ね、 やっぱり自分のね、っていうかね、自分の味方のラインの選手、例えばそういう選手とかやる気度っていうものをこうなんか見てたり、そういうこともしてましたよ。これいくらずつかけてるんですか、行くのか行かないのか、もう分からん、どこだ、え、もう分からん、分からんくらいかけたよ。例えば視線のね、3着でね、まずね、6と7が来たら大変で、あっちっちってことやな、どうかってことをね、とりあえず1が逃げないと、その選手を見ると分かるから、やっぱ挑まないなって感じの選手も分かるんですよ。136ですらね、そういう時に自分の中で40倍もついてる、ね、そうなった時どうしたらいいのかってことを考えたし、まもなくレース始まりますということで、雰囲気ですね、皆さん最終レースがねこの後始まりますんで、入った時に、あそこへ入った時に、まだアプリダウンロードしてない方はね、今ダウンロードしたらまだ最終レース全然間に合いますんでね、急いでください。急いで、ダウンロードしてね、上のコードを入れてもらったら、3回初回の3回のくじで必ずね5000円、3回引ければ5000円ポイント当たりますんで、ハートの弱い選手はそこに入ると、くじを3回引くことができたら8000ポイント最低限確実に手に入るというキャンペーンもやってますんで、あの時にその入れてくださいということで、早速レースの方に行きたいと思います。思ってたこともあります。それぞれやっぱり出てきますよね、ちょっとそわそわ系の人と、ドンと落ち着いてる人とか、あとしっかりこう目線合わせてる人と合わせない人とか、締め切りました。ご投票ありがとうございました。てか今日めっちゃ当ててるよな。当ててる当ててる、今日やっぱちゃうよ、でも前回と全然違うよ、先週とはもう訳が違う、やっぱ人間って成長できるんよ。てか結構プラスオブリティよ、おいおいおい、3レースくらいプラスした、ね、4レースくらいプラスじゃない、払い出し金額それぞれご覧の通りとなっています。プラスですからね、だってね、アルバイトやったら5時間か、何時間かぐらい働くの？ 6 時間シフトですよ。いやよ、すごい。私のバイト先では6時間でしたよ。最低賃金。4500円なんでね、ちゃんと。させていただきます。ムチチューブチャンネルがね、チャンネル登録5000人を達成いたしました。そして、この応募方法なんですけれども、そのムチチューブチャンネルの概要欄にあります。あれ、遅れてないよ、応募フォームよりご応募ください。応募期間なんですが、明日になります。4月としとご応募ください。それでは来週応募するようにね、あ、みんな応募しろよ、応募応募。さあ第8レース始まります。うわー、あ、でかか選手持ってね。残すのあと2レースか。いや、先ほどの7レースを制したのは三重の谷口アレースでした。前受けから突っ張って押し切りました。2着には小林、3着には有馬、3連単1000トンで50円と、ここは人気での決着となっています。光くん迎えたレースは第8レース、ぜひ興味がある方は本場に行ってください。2つ目です。近いことはね、京都にありますんで、あ、そう、本場行きたいよね。レース形態は先頭固定競争、先頭誘導員は内山隆弘選手が務めます。対戦の7選手、発走台に勢ぞろいいたしました。一前前です。それでは、今なら来そうな気がする。インコースから10番を紹介いたします。1番は福岡の八谷正俊、1頑張れ。2番は愛知、山口智博、八谷選手だな。3番は愛媛の吉野拓海、4番地元京都、岸田浩二、5番は兵庫の伊藤、ベテランの実力候補だよ。7番は石黒健、以上7名での対戦。あ、4の人がちょっと怖いね、地元やから。浩二さん、うん、地元はやっぱカワンバって言うけんが、やっぱね、地元やから。あ、相当寒いやろうな、そこでしょうね。うん、頼むぞ、頑張れ頑張れ、いっち頑張れ。練習でしてきたことをやるだけ。1が来た瞬間勝ち確定。
今回も。こちらのレースからも1、2着および3着の1名が決勝戦に進むことができます。あ、そうね、胸に貼ってあるね。構えての号令かかりました。頼むぞ。よし、よし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 。まずはスタートですが、4番の菱田浩二がスタートを取り切って、2番手がそれだけ言うな、分からんけんが。3番手、2番の山口智子。いいんじゃない？いいよ。6番の長屋いいポジだね。2番目っていうのがいい、2番目が一番いいんじゃない、なんだかんだ。そして5番の伊藤アルトがいて、しんがりが7番石黒健という序盤戦です。なるほど、どんどんついていくね、みんな。3コーナーから4コーナーに向かいます。当たり前が昨日に続いて、いいポジションやね、これ。ちょっと今入れてね、今ね、1の影薄れてノーマークよ。そうそうそう、ここで1が最後の最後で、え、お前いたんかって感じで飛び出してくれたら最高でございます。なんか何て言うの、誰の気持ちいい、5と4。お前そこにいたんけ。吉野は前場所の久留米準優勝でした。来るよ、1111。さあ、そう、初日はジャンの4コーナー。6はね、2、そう、2とか2のね、邪魔したけど、5、6、7が来たら熱いんじゃない。熱い熱い。5、1、5、6、7来たらもう大金持ち、大金持ちに流してくれ。これの僕はそのまま逃げてほしいかね。1、5、6、7、とりあえず1。よいしょ、いいね。よいしょ、まずは6番の長屋が動いていきました。7番の石黒、とりあえず1やぞ。2についてくる。いいね、いいね、楽楽、体力温度しながらね。さあ、1、ぶつかった。大丈夫大丈夫。3がね、ちょっと怖いね。危なかよ。どかしまして、1番の8屋が3番手を確保いたします。ブロックしてる、ブロックしてる。3を前見ないと。前、離されるよ。大丈夫大丈夫。さあ、3番手前と車間を切って、オッケーオッケー。ブロックしつつ自分の走りやね。なるほど。来た来た来た、見せたれよお前の力。オッケー、フェニックス、オッケー、オッケー。ほいよ、やば、えぐ、ほいよ、オッケー。5、6、いけいけ、5、6、いけいけ、5、5、1、5、1、5、1、5、6、いけいけいけ、やばやばやば、1、5、1、5、そのまま1、5、あとは後方から4番、早い、こいつ早すぎやって。ちょっとちょっと、それそれは聞いたよ、それは聞いたよ、ついやりすぎる。大丈夫、1、逆転できる。させさせさせ、お前練習を思い出せ。させる、させさせ、いけるいける、させる。いやー、え、ちょっとやばくない、やばくないこれは。5-1。第8レース A 級の準決勝戦の2組目。嘘、まず中段から八谷仕掛けていったんですが、5番伊藤アルトのスピードが勝りました。それではこのレース VTR でご覧いただきましょう。いや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 、え、これやばすぎだろ、覚醒したってこいつ、えぐっ。ちょっと、ちょっと、頑張りすぎよ。5番の伊藤アルト、1番の八谷が懸命に追走。いや、1号さんでもやばかったろ。5-1の2、3、3、220倍。5番の伊藤、そして1番の八谷、さらには3番吉野でのゴール2ポイントとお伝えをしておきます。マジかよ、このレースはめちゃくちゃ頑張ったな。それも聞いてないって。このレースは3コーナー進化をしました。いやー、切り替えよ、8レースで終わり終わり良ければ全て。よし、第8レース A 級の準決勝戦をご覧いただきました。それでは最終レースに進みたいと思います。はい、先週景色的後ろからどうかな、選手がいい走りしてね、3コーナーあたりからかましてきてたから、ちょっと先週から頑張りすぎちゃったら、はい、そのあたり自分で先に出ていきましたね。あ、いいね、楽な感じ。今入ります。お知らせします。ただいまより第3コーナー付近の事象について審議いたします。ちょっと4番人頑張りすぎちゃう。大丈夫、もうレース始まったよ。結果と決定はしばらくお待ちください。これやっぱあのクロットの人はどこ見てるんやろ。第8レース3コーナー審議となりました。審議対象選手は6番選手との放送です。この後正式な発表はもうしばらくお待ちいただきたいと思います。よし、まあ、ここで八谷選手がそういう理由でね、早めに仕掛けてっていうところで最終レース、あと伊藤選手もね、はい、その後ちょっと一人での仕掛け、ね、残りの残金が43万円あるんですよ。43万円、まあまあ結構ある。吉野拓海選手が八谷選手をもう一度迎え入れたシーンがあったんですよ。これさ、はい、ではもう一度放送です。全然どうですか。ししレースの審議対象選手は、いや、ちょっとオッズ見ようか。3着までに到達、オッズですね。ちょっとオッズ見ようか。1着5番、2着1番、
オッズは最低でもね、11倍ついてるから。うわ、声はあるよ。全然全なんか今日めちゃくちゃ荒れてるからさ、最後もっと荒れるかもしれん。210倍以上つかなあかんねんと。そうです、210倍。第8レースの払い戻しで、ガミるやつを消す。ガミるやつ消そう。いや、ガミるやつ消したら、そしたら210倍以下が全部消えることになる。あ、そうか。210倍。どうしよう。いや、ちょっと多いな。頭は、この人は頭はさすがにないやろって人で、あれする。何だろう。ワイド1。でもさっきそれで5来たからね。まあ、そうやな、うん、配信的には全然全然。え、もう絶対にこの人だけはない。第8レースの決定です。もうどうなんだろう。まあ、それするなら普通にかけた方がいいよ。2着1番で、誰全員1着取ってんだよね。3着3番、準決勝吉野組、払い戻し金です。2車単5番、1番、7120円。3連単5番、1番、3番、22030円。その他はご覧の通りとなりました。ぶっちぎり強い人、まあ、1番の人とかが。ではバンクコンディションです。22時40分現在、天候は曇り、気温が12度、風は西の風が 1.8 メートルと発表されています。あれ、さっきあれだっけ。1センターに向けての風となっています。レースはあれだよ。さあ、勝也さん、ちょっと途中になりましたけれどもね、西野選手がこう迎え入れてというところで、うん、八谷選手が私を4コーナーからかましていって、はい、自分の復活してトワルト選手がまくって、まあ、本来はそこで八谷選手が内にこう詰まりながら交代していく場面を、うん、やっぱ吉野選手がそこを車間開けて後ろを牽制しながら入れてやって、私ああいうシーン大好きです。競輪のこうまくられてしまった先行選手を再度もう一度迎え入れるっていうシーンがね、うん、大好き。ああいうシーン、ね、違う、もう負けるのは秋田。だって吉野選手切り替えていけば頭まであるレースですもんね。お前ら選手を思い出せ。やっぱりこう選手ないってところなんで、ね、選手何人だけが何記憶から消したね。消すな、あの悲劇を。何ですか。もう負けたくねえから。地元の菱田選手もったいなかったな。全然全然じゃん。伊藤遥選手についていければね、やるんだな、そこね。またついていったら結果も変わってきたでしょうしね。さあ、この兄貴、さあ8レース、ね、ここも2万2030円というちょっと大きな配当ということになりました。いや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 。では最終9レース見ていきましょう。全然全然210通り2000円。おーら、2000円ずつ。42万。投票の締め切り時刻23時17分。1000円でもいいか。3日ポータルサイトの締め切り時刻23時15分です。1000円で余ったので、一番人気は1番から4番です。1000円ずつ。あ、そうやな。で、余った金額20万で他のにかけようかな。なるほど。とりあえず頭薄すぎ、とりあえず全然全21万円、とりあえずこれ買って買いますよ。全然全然、1番車から5番車をそれぞれ1着取ったところの3連単になります。全然全、はい、買いました。はい、1000円買いましたんでね、1000円、21万円で、残り23万円あるんで、この最終レースということで、なるほどね。先ほどの8レースを制したのは兵庫の伊藤アルトでした。八谷の先まくりの上を入ってるね。入場から2着に八谷、3着吉野で3連単2万2000飛んで30円と大きな配当も飛び出しています。1441や、絶対に。迎えたレースは第9レース A 級の準決勝戦の最終組です、ね、距離1625メートル、バンク周回は4周回、レース形態は先頭固定競争、先頭誘導員は川村明則選手が務めます。対戦の7選手、ね、発走台に勢揃いいたしました。それでは9レースの対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介いたします。1番は奈良の吉堂正樹、2番広島桶谷明夫、3番岡山滝本康幸、4番は地元京都の金子博樹、5番大分大竹慎吾、6番大分利根君春、
7番は和歌山の池田智樹。金子選手と7名の対戦です。頑張ってくれ。ワンツーフィニッシュや。最終レースやぞ。14と41はどっちが高いの？わかんない。いやどっちも変わるんじゃないかな。確か3着に5が絡めば的なやつじゃないかっけ。41の方が高い。いや一応どっちも同じくらいだね。何の頭でもいいよ。1441か7頭やね。A 級の準決勝戦の最終組、こちらのレースからも1着から2着および3着の1名が明日の決勝戦に進むことができます。構えての号令がかかりました。各選手ゆっくりと前傾姿勢。号砲なって第9レースのスタート。まずはスタートですが、す外から6番の利根君春がスタート。いいスタート来たよ。全部いいスタートです。いいスタートね。3番手には1番の吉野正樹が、最後泣いても笑っても最後。2番の大竹慎吾、2番の桶谷昭夫は5番手、そしてこの下が4番の金子博。泣いても笑ってもラスト。1441、ワンツーフィニッシュ。7来てるね。1周回目、3コーナーから4コーナーに向かいます。いいよ、1と4、いいんじゃない？この1。昨日に続いて自らスタートを取りました。いい1だ。さっきよりかケツですよ。追っていくのが5番の大竹で、九州勢が先頭2番手です。彼らの感じている風も3番手に収まったのが3番の滝本。体力使ってない。この滝本の状態面というところが一つレースのポイントになっていきそう。追走が2番の桶谷、この桶谷は長期欠場明け、今シリーズが2場所目です。お願い、そして後方から近畿の3名、1番の吉戸、特選手がいいんちゃう、スピード出てきたよ。ちょっとずつね、ゆっくりゆっくりね。昨日は岸田の後ろから前を捉えています。地元バンクで決勝進出なるかどうか。この後ろを固めて7番の池田智樹で近畿勢は後ろ攻め。さあ早くも1番の吉野が動いてまいりました。青番の4番の吉野が後ろ攻めから前を押さえし、近畿の三者、一番の吉野がゆっちゃうよ。ドキドキドキ。変わって、長くせよ。3番の滝野がさらに前を抑えますでしょうか。一度切った近畿の上を3番の滝野が抑えて、相風なくなって。ありがとうね。吉野が3番手で6番手では6番手です。さあ、トネは今のところアクションが出ません。一応、これガチあるんじゃん。あるある。理想の体型。理想一緒や。あ、いいね、いいね。ガチであるぞ。ゴー！踏め！踏まれ！踏めれ！来た来た来た！ガチある！ガチある！よ、ついていけ！よ、ついていけ！ついていけよ！ついていけ！ついていけ！うわ！大丈夫！ついていけ！ついていけ！ついていこう！お前らが強がけんか！お前からいけるって！ついていこう！ついていこう！おい！第9レース A 級の準決勝戦の最終組。待って、俺たち全然全然持ってるよ。6番車の利根君春です。ちょっと待って、俺たち全然全然持ってるって。VTR でご覧いただきましょう。6、2、1？ 結果を待とう。見るな。見るな。OK、見ない。結果を待とう。え、待って、全然で正解してた。全然全然。まくった6番の利根君春。俺たち全然全然持ってるよ。持ってるよ。いや、俺は勝つために全然全然やってる。バンギキ！プレイご覧いただきましょう。こっちは勝ちにしてんだよ。6、2が、2が良さそうやけどね。2やね。外2ですね。2番の桶谷が大勢有利でしょうか。3着内ちょっとまだ1番吉野とお伝えをして、でも一番人気は1441だったね。ぶっちぎりで、あ、1441あるよ。第9レース A 級の準決勝戦をご覧いただきます。 6、 6、 2、 1、 9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 
え、これガチで、あ、来た、結果発表来ました。はい、じゃあ山田さん開いて、あ、私が呼んでいいんですか。呼んでください、呼んでください。9レースですよね。はい、終始のフォア発表します。はい、マイナス172,800円。これ全然これ全然2000円って分かっとったよ。え、これ全然全然2000円言ってたらさ、え、これ何倍、え、何倍やった。え、ちょっと待って、え、これ200倍ぐらいついとんちゃう。ちょっと待って、え、どこ行ったん。あ、いや全然全然2000円でよかったやん。全然2000円。おい、何やねん。
いや、全然全作戦でよかったやんね。当たりやん。いや、え、相当当たりやな。え、いや、ほら、だけ言ってやん、言ったやん、全て言ったやん。俺、あれで俺さ、そんな俺怒られないかんのコメント欄で。それね、あれるとけ。なんで俺怒られないかんのよ。見えとってべ。鼻くそ取れた。鼻くそ取れた。だから、え、全然プラスやったね。2000円貼ってたとしたら何倍やったん ?260 倍?52 万 ?52 万40万かけて10万。いやでも10万プラスよ。いやでも10万がちゃでかい。まあでもよく考えたら10万勝ち。いやそれでもでかいけど10万勝ち。いやまったく全然せから僕はいや、ジジ荒れたね、最後。やっぱ、俺は荒れると思ってたもんね。もうこれ、いや、全然なんだよ、みんな。でも俺らちょで、もうたまには俺のこと信じてくれよ。もう260倍やったとで。260倍。俺ら天才やん、260倍とか当てたんだ。頭はいいかもしれん。210通りね。まあでも今日は本当に GG だったレースじゃないんですか。まあまあ GG、まあ、GG か。結果的に半分くらい当てましたからね。ということでまた来週また来週